いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。ここで一つ、皆様に問いかけたいと思います。貴様らー、バーバラは好きかー。貴様らの嫁をあげてみろー。さて、今バーバラ以外の名前を挙げたやつ、正直に名乗り出なさい。先生は別に怒ってませんから。うむ、そうか、なるほど。まあ、わからんでもない。わからんでもないが。ちょっとポーズをかけるから、ゆっくり考え直してみてくれないか。さあ、心は決まったか。もう一度問う。貴様らー、バーバラは好きかー。貴様らの嫁をあげてみろー。よし。じゃあ、本編を始めるぞ。ルールを説明する。縛り条件は、バーバラ一人、全裸、道具なし、以上だ。ちなみにチートは、使用禁止。だから職業や特技もない。さあ、行くぞ。行け、バーバラ、お前の力を、本当の力を見せてやれ。まずは、呪文、と、思ったけど、まあ順当に殴ってみようか。拳で語り合うのだ。いやん。くそ、1ダメージとか。仕方ない、ベギラマを使おう。おっさんをパクって、私たちは、抱き合う代わりに殴り合うんだな、とか言おうと思ってたけど、まさに論外だったぜ。とにかく、頑張れバーバラ、そのあり余る魔力で、こんな隙がいるなんと灰にしてしまえ。よしよし、わずかずつではあるが着実に削っている。カノニール・アームストロングもこう言っていた。That's one small step, for a man, one giant leap, for mankind. とね、日本のことわざにも、千里の道も一歩から、というものがある。どんな小さな事柄でも、無駄ということはない。バーバラという夢を見たのさ。これでもレベル20で勝てると思うほど、バカじゃないよ。ほら、レベル30。これなら勝負になるんじゃないかな。まあ、いくらか、希望的観測が入っていることは、否定しない。早速バトルだぜ。攻撃力見て分かった人もいると思うけど、レベル20からあんまり伸びてないんだよね。だからベギラマをぶっ放すよ。さて、MP が尽きるのが先か、体力が尽きるのが先か、それとも私の気力が尽きるのが先か、根比べといこうじゃないか。無道の体力は900だから、あと、900? あれ、仮にベギラマ1回で25のダメージだとして、倒すまでに36ターン。最小でも3ターンに1回は攻撃を受けるから、36÷3 で12回分の攻撃。一発40だとして、480。嘘だ。そんな絶望的な数値なわけが。嘘だー。という夢を見たのさ。バーバラはレベル40です。ここまでやるのに、何ヶ月かかったことか。心がいい音色で折れそうです。さて、攻撃力が77ということで、無道の守備力さえ下げれば、殴りでも38のダメージが期待できます。さらに会心が出ればその2倍。これは肉弾戦に行かざるを得ないね。まずはルカニで守備力を下げます。下がる値は51。ダメージに換算すれば、ルカニ1回で13くらい増加します。その効果は、ほら、ダメージがベギラマに並んだよ。今までは、ルカにかけて殴っても、元々の攻撃力が低すぎて、正直微妙だったんだよ。今ここに、ブラックラーバーバラが誕生します。とはいえ、ルカには2回掛けしないともったいないです。まあ、多少の余裕を見せたってことで一つ、レベル40とか、ラスボス倒せるレベルだからね。ふふふ、こんなレベルで挑むなんて、ちょっと大人げなかったかしら。って、あれ?瀕死?え?バーバラー。
という夢を見たのさ。そろそろ、夢落ちだって言い張るのも、限界な気がしてきた。とりあえず、拳が通るようになったので、今度はレベル41で挑戦だよ。このセリフも聞き飽きてきたね。まったく。お前が今ここで死んでくれ。さて、まずは深呼吸だ。すー、はー、よし、オッケー。行くぞ。なんかさっき、ダメージ計算っぽいことしてたけど、よく考えたら、計算式知らない人にはさっぱりだったね。申し訳ない。ドラクエの物理ダメージは、攻撃力の半分から守備力の4分の1を引いた値に、乱数による振れ幅が入ります。その結果がダメージとして計算されるので、究極的には、攻撃力が500以上あれば、メタル系の敵にもダメージが入ります。まあ、その頃にはとっくに、レベルがカンスとしてるだろうから、はぐれメタルを仲間にする以外では役立ちそうにないね。雑談もこのくらい。うわぁ。涙が枯れてきました。これが世に言うドライアイってやつか。まぶたがピクピクするね。泉真一もこんな気持ちだったのかな。またしても引き換えるとバトルですよ。つうか、なんでドラクエのボスはメタボっぽいんだ。ワンツーは一応人型だからいいとして、スリーのバラモス、フォーのバルザック、ファイブのミルドラース、そしてこいつ、あとセブンの神様と、エイトのラプソーン。メタボはすでに伝統となりつつあるね。そして、ラスボスは大抵ドンジューなんだよね。そろそろ、スタイリッシュでクレイジーな魔王、とかでないかな。むしろ女性型。開き直って、美少女でもいいね。日本を渡。しかし、これは、新たなるジャンルの開拓に役立つのではないか？新しい時代の壁が、私に向かって吹き荒れているのではないか？どう思うかね、諸君。え？そんなことはいいから画面を見ろって？って、また雑談してたら瀕死になってるよ。うおー、死ぬな、バーバラー。お前が死んだら、俺は、誰を嫁にすればいいんだー。もう、レベルを上げるのに、雑魚を数千匹ぶち殺すっていうね。これ、精神衛生上悪くないかな？作業芸とかそういうレベルじゃなくなってきたね。ついでに言うと、ここに来る前に仲間をぶち殺すのも面倒になってきたね。腐った死体や減る全員に削ってもらうのも、なかなか時間がかかるよ。他のモンスターとか論外だけど、いかんいかん、真面目に実況しないと、中の人、さっきから、バーバラー、とか叫んでるやつね、に怒られるね。さて、さっきはうっかり攻撃してしまったけれど、ちゃんとルカミを2回掛けしておこう。これでよし、あとは殴るだけだ。あ、もう体力がやばいね。これは、今回も力尽きるのかなぁ。嫌だなぁ。こんなほっぺただるだるのけだものに負けるなんて、後で犯されそうで嫌だわ。悔しい、でも、とか言わないから安心してね。ドラクエは健全な青少年向けのゲームです。あ、でも確か、そういう同人があったような。検索すれば見つかるかもしれないね。バーバラ、君の犠牲は、忘れない。はぁ、どうも、雑魚狩りにも飽きました。とうとうレベル44です。中の人が小学生の時に、初めてラスボス倒したレベルと同じですね。あの頃は若かった。熟練度の上げ方すら知らなかった。主人公が、勇者を極めてすらいなかった。そんな綺麗な少年時代が、私にもありました。今でも外見は子供ですが、中身はおっさんです。見た目は子供、頭脳は大人、どこかで聞いたフレーズですね。バーロー。え、あれ？今回の無道はガン攻めだ。これはまずいな。力と作戦替えをしてくれよ。それだけで、バーバラの寿命が2倍3倍になるんだぜ。いや、ちょ、おま、本当に少しは手を抜けって。あ、うわぁ。いい加減夢であってほしいね。はい、レベル45になりました。もうね、バカかと。
もう何時間プレイしてるんだか、カウントがないから、どれだけやったのか、よくわからないや。ああ、もう、この贅肉め、いい加減ムカついてきた。さっさと守備力削ぎ落として、怒りの鉄拳をぶちかましてやる。ほい、二回目。む、おや、スカラか、ありがたいね。スカラを使われた分だけ寿命が伸びる。つまり、勝率が上がる。こんなに嬉しいことはない。まあ、作戦替えをしてくれなきゃ意味ないんだけどね。ちなみに理想のパターンは、火炎の息、スカラ、作戦替え。これだと30ターン近く、生き延びることができるからね。よしよし、作戦替えだ。ありがたい。会心出ないかな。出ないか。くそ、やっぱり自利品だな。次のターンで、メラミが来たら、終わる。どうしてだ、どうして勝てないんだ。バーバラ、不甲斐ない俺を、許してくれ。仲間殺すの面倒になったので、馬車に置いてきました。あと、MP 別に少なくてもいいことに気づいたので、ここに来るまでに、ベギラまで敵を殺しまくってます。経験値稼ぎオツ。さーて、またカエルを殴る作業が始まるよ。そういえば、拳が粘液でぬるぬるしてきたね。乙女の手をなんだと思ってるんだか。エロいな、さすが無道エロい。ほい、ルカに。これで守備力ゼロっと。まあ、戦術も何もないからね。運だけが全てを支配する、非常に単調なお仕事です。さあ、あなたも今から始めよう。ただし、収入はないけどね。富も名声もいらない、そんな勇者をお待ちしております。おっと、ルカミをかけ直さなきゃ。会心が出ない限り、敵の守備力は重要だからね。会心は守備力無視の特性があるから、会心が出せるならルカミは不要になるよ。かの有名な、気合溜めと魔人の金槌コンボで、ルカミをかけている人はいないでしょ。あ、会心はバイキルトかけると、出なくなります。まあ、ぶっちゃけ、バイキルトをかけて、敵の守備力をゼロにしてから殴れば、会心と同じダメージが入るってことだけどね。ああ、バイキルトが欲しい、なあ。パトラッシュ、疲れたろう。僕も疲れたんだ。なんだかとても眠いんだ。パトラッシュ。って、誰が眠るかー。中の人のバーバラ愛を舐めるなよ。こちとら10年以上バーバラ一筋だっての。そんじょそこらのにわかとは格が違うわ。そうだな。よし。今回はその愛の深さを語ろうではないか。貴様ら、バーバラの最大の長所は、なんだと思う？ああ ?MP? 賢さ？ああ？おい、貴様ら、さては、バーバラを、ただの魔弾って要因だと思ってるんじゃないか？わかってないな。まるでわかっていない。バーバラの最大の長所。それは、か、こ、よ、さ、に、決まってるだろ。常識的に考えて、最大まで成長させれば、全キャラ中トップのかっこよさを誇るのだ。かっこいいかっこ笑いで有名なテリーをもしのぐかっこよさ。これを長所と言わずなんという。そう、すなわち、そのかっこよさゆえに、バーバラは着飾る必要などないのだ。その死体こそが、すでに完成した美しさなのだよ。うん、そういうわけなんだ。うん。人は愛ゆえに苦しまねばならぬ。人は、愛ゆえに悲しまねばならぬ。いやもう、何？ここに聖帝十字路を建てようぜ。おしさんじゃなくて、中の人の墓だけどさ。とうとうレベル48か。すでに知ってる人もいるかもしれないけど、ドラクエ6の人間キャラは、レベル44以降、次のレベルまでの経験値が固定値になるんだよ。バーバラの場合、132,945 で固定されるよ。この辺りのモンスターだと、4000匹ぐらいからないと、レベルが上がらない計算になるね。とはいえ、バーバラのレベルの上がりやすさは、7人の人間キャラの中で3番目。まあ、比較的マシな部類かな。ちなみに、最も上がりやすいのが、実は意外にもテリーで、最も上がりにくいのが、
貫禄の茶もろ。世の中不思議なもんだね。ついでに、全キャラを含めた場合だと、最速でレベル99になるのがルーキーで、一番呪いのがランプの魔王。なんと経験値が1477万9418必要です。ルーキーの2倍以上です。その代わり、かっこよさ以外のステータスがカンストするけどね。チリザマすら美しいバーバラの、足元にも及ばんね。また敗北しました。すでにレベル49ですよ。あ、そうそう。さっきかっこよさの話が出たので補足しますと、バーバラのかっこよさは、2位のミレイユの 1.23 倍です。ぶっちぎりの1位です。さあ、その美しさの前に、ひれ伏せグミンども。さあて、今度こそ真面目に実況するぜ。いや、別に雑談のネタが尽きたとかそういうことではないのよ。ははは、あは、あはははは。は。しかし、お前との戦いも、随分と長きにわたっているな。お前こそ、私にとって最大の友なのかもしれないな。ねえよ、そこをどう勘違いしたら、こんな隙がエルが最大の友なんだよ。ガマの油の供給源以外の、何者でもないっての。ちなみに、傷薬として有名なガマの油ってのは、植物のガマから作られるものであって、ヒキガエルの油ではないよ。ヒキガエルの方は、れっきとした毒薬です。まあ、強心作用や抗炎症作用とかがあるから、生薬としても用いられるけどね。シーン、ガマの油、とかちょっと聞いてみたいフレーズだね。自分がそうなるのはごめんだけどさ。ペロ、これは生産カリ、みたいな感じで。そして、バーバラは犠牲になったのだ。はいどうも、お久しぶりです。って言っても、見てる人からすればほんの数秒だよね。バーバラは修羅の道に落ちたかのごとく、何日も何日も雑魚を焼き殺したり、殴り殺したりしていたというのに。つうか、レベルも50の大台に突入ですよ。ここで霧よく買ってくれないものかねー。戦術は相変わらず、部下にかけてぶん殴る。シンプルイズベスト。しかしあれだね。食料解禁しないと、戦術の幅ってものがないね。さらにボッチプレイという縛りが、それに拍車をかけてるよ。まあ、なんだ。人はあいゆえにいかやく、ってやつだよ。多分。これは、神が中の人に与えた試練なんだよ。きっとそう、きっとそうなんだ。神が、中の人のバーバラ愛を試しているんだ。そう思わないとやってられない。やはりまた自利品か。ところで、今まで一回も会心出てないんですけど、これは一体どうしたことか。64分の1なんだから、一回二回は出てもおかしくないはずなんだけど、すでに会心はない、とかないよね。どうしてこうなった。くそ、テリーでやった時は皆殺しがあったのと、アモールの水の回復で乗り切ったけど、これは、くそ、ああ、足りない、圧倒的なまでに足りない。バーバラが、負ける?俺は認めない。絶対に認めんぞ。バーバラー。そして、今日になりました。この動画は、テリー動画パート20記念動画なので、今回はここで打ち切りです。ですが、それだとちょっと尺なので。バーバラに、現状の最強装備をつけて挑んでみます。それ以外の道具はなし。回復もなし。それだけは譲れねえ。多分、これでバーバラのステータスに足りないものが、わかるはず。さて、まずはルカニをかけますか。すでに指の動きが、様式美レベルの滑らかさになってます。ダメージが、15。なんと、以前のおよそ3分の1。防具を身につけるだけで、これほどまでに違うのか。つまりこの状況では、火炎の息が最大の火ダメージになりうるわけか。バーバラはメラ系に耐性があるし、精霊の鎧にも呪文耐性があるからね。そして、ルカに2回だけで与えられるダメージが、60を超えている。素晴らしい。しかも、無動の行動が実に理想的だ。なんだこれは、今までと、何が変わったというのだ?そういえば、
無道の AI は、賢い、普通、おバカ、の3レベルで最も賢いものだったはず。それが関係しているのだろうか。いや、違うな。純粋に、食らうダメージが減ったからこその余裕なのだ。行動自体は、ほとんど変化していない。そうか、なるほど。これが、強くなる、ということか。強力な武器を持つことで、人は慢心し、そこに隙が生じる。だが、ひたすら素手で己を磨き抜いたバーバラに、そんな資格はない。さあ、見もだえろ、このナイフで、貴様の未来を、一寸も残さず切り崩してくれるわ。付き合ってもらうぞ、命をチップにしたチキンレースに。さあ、どこまで限界に踏み込めるか。このギリギリで、貴様はどう動く？俺には、ブレーキなんて必要ない。俺は、お前を葬れるなら、それでいい。たった一回の作戦がえ、助かりたいと思う心理、その小さなブレーキが、貴様の敗因だ。と、まあ、こんな感じの幕引きです。ここまでのご視聴、ありがとうございます。とりあえず、今後も地道にレベル上げをしていくつもりですが、もしも要望があるようでしたら、ある程度条件をいじって、シリーズ化しようかとも思います。このままだと、ただのレベル上げ動画ですしね。新無道戦で回復ができないのは、辛いを通り越して無理ですし。ともあれ、こんな動画に最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。ではまたいつか、機会があればお会いしましょう。あ、言い忘れてたことが一つ。バーバラは、俺の嫁。はい、どうも。前回に引き続き、私です。ホビットです。さーて、これまた前回に引き続き、同志諸君に問いかけようか。前回は、皆様のコメントを簡単にしようと思ってボタンを設置していたら、なぜか卑怯だと言われてしまったので、今回は皆様主導でお願いします。準備はいいですか？貴様らー、バーバラは好きかー。貴様らの嫁をあげてみろー。ふむ、気のせいか。バーバラ以外の名前がちらほら見えるような。前回も見てくれた同志諸君は、きっとこの後に、私がポーズをかける、と思っていることだろう。だが、私がそんな二番煎じを、すると思うのかね。え？何か見えた？それは日頃の行いが良かったんだよ。さて、ものは試しにもう一度。同志諸君に聞いてみようか。貴様らー、バーバラは好きかー。貴様らの嫁をあげてみろー。ふむ、では本編を始めよう。やっはー、来たぜー。レベル60だぜー。前回はレベル50で終わったけど、コツコツとレベル上げした甲斐があったってもんです。まあ、録画してないだけで、レベルが一つ上がるごとに戦ってたんですけどね。ちなみに雑魚から恐喝しまくったので、預金が潤いまくってます。具体的には、100万ゴールド超えました。親父狩りより恐ろしい何かが、ここに。さて、前回を見ていなくて、今回が初見だという方のために、バーバラの戦術についてお教えしましょう。それは、殴る。それだけです。いや、実際問題、補助呪文はルカにしか効かないし、バーバラはスカラとかホイミとか使えないし、ストーリー上、特技なんかも覚えてないわけで、ぶっちゃけ、それ以外何もできません。ついでに、ぶっはー、あー、びっくりした。
いきなり真っ暗になったから何事かと思ったよ。正直調子良かったから、あのまま行ってたら勝ったんじゃないの？これが抑止力か。くそー。さて、どこまで話したっけ？ああ、そうそう。最強呪文はベビラマなので、殴った方がはるかに強いです。すなわち、ここにいるのは大魔女バーバラではなく、フラ、フラーバーバラです。ま、おさらいはこんなところですかね。正直なところ、さっき勝利クラブをぶち折られたばっかりなので、いやーな予感しかしないけん。わかりやすく言えば、カイジが、カズヤから、切り刻めないよ。人はそんなに、という言葉を聞いてしまったくらいの、いやーな予感。まあ、そろそろ本音を言うとですね。正直なところ、前回でネタ切れだよね。むしろ前回、よく持ったと思うよ。雑談。うぷ主の引き出しは浅い上に奥行きがないので、ブリーチ張りのスピードでネタがつきます。え？いやいや、うぷ主はブリーチディスってるわけじゃないのよ。むしろ、なん、だと、だけで何年も引っ張れることを証明したブリーチは、神漫画だと思うね。ぶっちゃけ、ハンターハンターの方が話進んでない？もう二度と読まねえ。まったく、最近のジャンプはどうなって？え？雑談してないで画面を見ろって？どうせまた負けてるんでしょ？やれやれ。今の心境を率直に表現するとですね。すいません。勝っちゃいました。なんで勝っちまったんだー。もっと尺伸ばしする予定だったんだよー。引き伸ばして引き伸ばして限界まで引き伸ばして、そして訪れる大勝利。それを演出しようと思ってたのになんてこったー。残りの尺どうすればいいんだよー。予定は未定どころか何の計画も立ってねー。ま、いっか。勝ちは勝ちだし、動画の尺も短くなって万々歳だよ。うむうむ。まあ、そんなわけで。そんなこんなで、無道の城までやってきました。よくよく考えたら、今回はチートを使わないって言ってたので、バーバラが新無道と戦えないぜ。まあ、仕方ないね。仕方ないから、エキシビジョンマッチってことで一つ。レベル60ってのが、どれだけの力を秘めているか、目ん玉ひんむいてズズイッと見てくれたまえ。え？場違いが一人いる？ハエみたいなもんだから気にするな。長いイベントはカットして。さーて、バトルしようぜー。さて、懺悔は済ませたか？ゴミ虫。サンズの川の私賃が足りないってんなら、特別サービスだ。年利 300% で貸してやるよ。ち、後ろのクズが足引っ張り上がるな。棺桶にでもぶち込んでおけばよかったぜ。いや、さすがに棺桶は世間体が悪いか。やれやれ、飛んだお荷物だぜ。まず人たち、そして二のたち。おいおい、もう半分以上持ってっちまったぜ。貧弱貧弱、てか、殴りがいのないゴミ虫だな。やれやれ、そんなんじゃかすり傷しかつかねえよ。まあ、後ろのお荷物はくたばりそうになってるけどな。何かマシな呪文は、ない、かな？ないな。ち、じゃあホイミでも使っとこう。はい、まさかの2ターンキルです。本当にありがとうございます。なんか雑魚が一匹残ってるので。まあ、適当に。はい、終了。やれやれ、雑魚含めてもたったの3ターンか。次はせいぜい4ターンぐらい持ってくれよ。ねえ、今どんな気持ち？どんな気持ち？ねえねえ、今どんな気持ち？やっと本気か。ふふふ、やばいねえ。なんか、こう、高ぶってきちゃうねー。くく、あはは、ふふ、ふふふふふ、あはは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 。さあ、のんびり考えるのはもうやめだ。せいぜいがっかりさせるなよ。所詮ゲントの杖はこの程度か。
でもまあ、それでも4ターン、持たないんじゃない？こんなのが魔王だって言うんだから、笑っちゃうよねー。ま、お荷物の回復は本人に任せるとして、さーて、何本目で死ぬかなー？くく、まだ死なんか。あー、はっ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 は。実にくだらん茶番劇だ。もう飽きたな。消えろ、ゴミ虫。つーか、弱すぎなんだけどマジ。誰？こいつを魔王って言ったやつは。誰だよこいつを魔王って言ったやつは。出てこいよ。ぶっ殺してやるよ、俺が。よーいいなぁ。マジ魔王魔王とか言ってマジで。息吐いてるだけじゃねえか。そういうゲームじゃねえからこれ。下から来るぞ。気をつけろ。よえふ、ふふふ。げほ、ごほ。や、やっちまったぜーがは。ちょっと下おふざけのつもりが、なんてこったえぐふ。勢い余って、両足を折っちまったぜ、ごぶえ。く、だが、私はこんなことでは死なんのだ。さあ、ゲハ、貴様らに問いかけようではないか。準備は、いいな。貴様ら、バーバラは好きか。貴様らの嫁をあげてみろー。足りんわー。もっと、愛を込めてー。ぐげげ、ごほごほ、なに、まだ見せてもらってないものがある、だと？ちぃ、毎度、煩悩のたぎったやつらめ、ゲフ、そうまで言うなら見せてやろう。ザ・ワールド、時を止まれ。信仰心フィルターをつけておいた、バーバラに対する愛情や信仰心がつければきちんと見れるはずだ。ゲボボボ、同志諸君に限って、見れないとかまさかそんなことは、ないよね？ふむふむ、そうか、さすが同志諸君といったところか、ガフ。さて、見れなかったフラチモノにも、もう一度チャンスをやろう。さあ、バーバラへの愛情と信仰心を示すのだ。行くぞ。貴様らー、バーバラは好きかー。貴様らの嫁をあげばげが、
コブな、なに、心配することはない。さあ、もう一度見せてやろう。ザ・ワールド、時を止まれ。う、みんな見てたふう、見たか。これが愛の力よ。さて、本編を始めようか。ふふふ、ついに食料が解禁されたぜ。とはいえ、このレベルじゃ熟練度は上がらないから。まあ、魔法使いの女神だけでも覚えようか。というのも、肉弾戦だけだと、三河飛脚とかマヌーサとかを使われたら、積んじゃうからね。具体的には、アークボルトの兵隊さんとかそんなの。よーし、これで魔法使いになったぞ。さあ、その辺にいる雑魚をしばき倒して、ちょちょいっと覚えてしまおうか。獲物を求めて徘徊します。こけけ。きたー。よしこれで。あれ？覚えない？今度こそ。あれ？三度目の障子。二度あることは三度あった。ちくしょう。つまりどういうことかというと。私のお墓の前で泣かないでください。んなわけねえだろ。つまりこういうことなんだ。うん、そしてその場所とは。ボス戦です。場所じゃないじゃねえか。要はボスをぶっ倒せば熟練度1の技を覚えられるのですが、しかし魔法使いに転職すると最大ヒットポイントマイナス 40% 力マイナス 40% 身の守りマイナス 40% 素早さマイナス 5% などの素晴らしい得点を得られます。まるで勝てる気がしません。仕方ないのでステータスの底上げのためにレベルを上げていたら。こんなんなっちゃいました。レベルカンストです。まあまだ経験値は貯められますけどね。それじゃあ早速魔法使いに転職しましょう。はい、皆さんご存知でしょうが、これからもちょくちょくお世話になるハローアダーマ神殿です。ちら、まあこんだけいろいろありますが、役に立つものなんてほんの一握りですよ。ではでは、ささっと魔法使いになりますか。長いので飛ばしました。さて、ここ、モンストルの街で、普通なら仲間にするモンスター、アモスと戦うことができます。DS 版では専用グラフィックに昇進。え？アモスは人間だって？ははは。ご冗談を。人間が変身なんかできるわけないじゃないですか。正真正銘の化け物ですよ。まあそんなことはさておき、面倒なのでフラグだけ立てて他の人はシカとします。どうも、予約してたホビットです。ロイヤルスイートでお願いします。あ、支払いはカードで。はい。さてと、それじゃあ魔物退治といきますかね。おお、いたいた。あれを見ても人間だと言えますか？無理ですね。能力の低下っぷりがひどすぎますが、とりあえずこれで挑みます。嫌な予感がするけど。いいやっほー。はい、そういうわけで、バトルです。戦術に関してですが、
無道の時よりさらにひどく、完全に殴る一択です。というのも、深みが効かない上、それ以外の補助呪文も全く効きません。効果のある状態以上は、毒属性だけですが、バイオだとかクラウダだなんて魔法はありません。ドラクエですから。熱い魂を込めて、力いっぱいぶちかまし、力いっぱいぶち返す。実に男らしい戦いを繰り広げます。こいつの行動はローテーション式で、攻撃、噛みつく、防御、地響き、攻撃、噛みつく、の順番で行動してきます。まあ、この後にはアークボルトの騎士諸君が控えているわけですから、こいつは前座みたいなもんですかね。熱い殴り合いの末には、自ら膝を折りますよ。あっはっは、あ。ふう、嫌な夢だった。このゆっくりが操る最強のバーバラが負けるだなんて、なんて悪い冗談だ。まあ、今の夢を見ていた人なら、どんな戦いになるかわかってるだろうし、バトルは早送りでいこうかね。なん、だと？また夢か。二度も続けて悪夢を見るとは、どうやらよっぽど疲れているらしいね。後でしっかり休憩を取ろう。ふふ。あばばば。ぬわす。がは。よ。が。び。ぼ。この悪夢が覚めてくれない。誰か助けてー。ま、期待してないけど。もう許さんぞ。てめえ、今度こそミンチにしてやるぜ。素手で綺麗に解体してやるからよ。安心して泣き叫べ。我殺す、故に我あり。私がお前を殺す理由なんざ、それだけで十分さ。あと52回分の悪夢の仕返し。あ、そうだ。参考までに、お互いのステータスを表示しておくよ。だいたいこんな感じ。主に、ヒットポイントの差が激しいね。さてと、ちょっと本気出すよ。ふふん、見たかい？技を超える純粋な力、それがパワーだ。何をも持たず、ただ突き出す拳さえ武器となる。とはいえ、100% の攻撃が出るその確率は、64分の1。パーセント表示で言うなら、わずか 1.56%。つまり、私の本気は滅多に見れるものじゃない。二発目はサービスだ。とっときな。そんなわけでアークボルトに来ました。アモスは今もベッドの上でしょう。え？テリーはどうしたって？誰それ？ああ、さっき歩いてた白髪のことかな？悪いけど、雑魚には興味ないんで。さーて、戦うか。あ、メラミ覚えて余裕ができたんで、食料は僧侶にしてます。あんまり深い意味はありません。こいつに悪髪が効くのでさっさとかけます。そしてひたすら殴ります。なんと、ここでどれだけ殴れるかで、勝ち負けが決まるのです。さて、こいつガルシアは、ぶっちゃけアークボルト最強の敵です。何が厄介かというと、三河四脚という特技を使ってきます。その効果は、物理攻撃の回避率を上げるというもので、敵の攻撃の命中率を2分の1にするらしいです。らしい。というのは、私が命中率の計算法を知らないからです。知らないので、検証のしようがありません。なんか当たりにくくなる。ぐらいの認識ですね。使ってきましたので、攻撃をメラミに切り替えます。ドラクエ6のダメージ系呪文は、どこぞの女神転生と違って必中なので、ものすごく安心です。あとは痛恨連発されないように祈るだけですね。あ、こいつの行動パターンですが、攻撃、飛び膝蹴り、火炎蹴り、三河四脚、痛恨の一撃をランダムに繰り出してきます。ちなみに痛恨は他の2倍の確率、つまり3分の1の確率でぶっ放してきます。まあ、
守備力無視タイプではないので、大したことはないですけど。しかし、イオナズンカメラゾーマを覚えるまでは、素手が最強の攻撃になりそうですね。さすがはブラップラーバーバラ。私は一向に構わん、と、これはレツさんだったか。で、体力やばいな。いけるか？セーフ。まるで意味がないけど、回復呪文ゲット。お断りします。ちょっとハロはダーマに行ってきました。見てください、この力あふれる姿を。戦士はよくバカにされる職業ですが、それは間違いです。力とヒットポイントのステータス補正はなかなかのもんですよ。さて、アークボルトのカマセイヌこと、すっとことホリケンです。こいつらにはマヌーサが効くので、ちょちょいのちょいっと幻惑します。あ、順番間違えた。まあいいか。こいつらは物理攻撃しか使ってこないので、マヌーサをかけてやればほとんどの攻撃を無力化できます。さっきカマセイヌ呼ばわりしたのはそういうことです。あとは事故が怖いので、装備コマンドで守備力を通常値に戻しながら、攻撃力の高いホリケンを先にぶん殴ります。ぶっちゃけ装備コマンドやらなくても勝てるんですが、中の人のリアルラックは相当低いので、普通の人が事故らない状況で普通に事故ったりします。念には念をってやつですね。行動パターンですが、ホリケンは、攻撃、攻撃、身代わり、防御、疾風突き、身代わり、の、ローテーションで、すっとこは、ルカナン、バイキルト、捨て身、ベコマラー、ルカナン、攻撃、の、ローテーションで行動します。一見すっとこが捨て身するターンにちょうど身代わりを使うように見えますが、バイキルトはすっとことホリケンの2回分しか使わないので、少しずつコンビネーションがずれていきます。ちゃんと打ち合わせしろよと言いたい。まあ、いくらかのパーティーでは、ずれ始める頃に片一方をあの世送りにしてるでしょうから、そんなに実害はないかもしれませんね。ところで、さっきのガルシアも、戦士で挑めばメラミーらなかったんじゃないかとか、そんな思いが頭をよぎったのは気の迷いだと信じたい。そうでなければアモスが報われぬ。おっと、ホリケンが死にました。あとは貧弱なすっとこ一人ですから、尺がもったいないので早送りにしますね。ふん、一人で戦えぬ臆病者など、我らがバーバラの敵ではないわ。長ったらしい王様の話はカットしまして、いきなりアークボルトの来航の騎士、ブラストさんと戦闘です。ステータスは変わってませんので省略。さて、ブラストさんに悪髪が効くので、まずは守備力をゼロにしてしまいましょう。失敗か。まあ、確率 50% だしね。よくあることよくあること。手またか。まあ、あるある。事故が怖いのでさっさと無効化します。そして今度こそるからなんだよ畜生。いや、落ち着け。二度あることは三度あるのだ。うむうむ、で、おいー、四回連続とか空気読めよ。これなら初めから殴った方がマシじゃないか。ふぅ、やっとか。おっと、ほんのちょっぴり取り乱しましたことを、ここでお詫び申し上げます。さあ、せーん。あとは殴るだけです。本当に殴るだけなので悲しくなります。いっそのことリセットして初期レベルのレベル2から始めればよかったぜ。その方が大量の呪文を駆使して、戦術的に立ち回るバーバラを拝めたかもしれない。まあ、今の腕力で全てをねじ伏せるバーバラも、結構気に入ってるんだけどね。おい、お前ら、今更やり直せとか言うなよ。絶対言うなよ。そんなこと言ったら、中の人の2000時間が泣き声を上げるぞ。レベル上げにつぎ込んだ時間もそうだけど、正直このプレイスタイルは、ひたすら脳内リハで戦術を練った後、数の暴力、かっこ戦闘回数かっこ閉じ、デゴリをしてるようなものだから、もうそれはそれはアホみたいな時間がかかるのよ。例えばさっきのアモスとかね。そんな変態プレイするとか、ウプ主はバカなの？死ぬの？むしろ死ね。
が断る。というわけで、プレイ開始から、9ヶ月かな？ようやくここまでこぎつけたぜ。あ、今後のことですが、この動画はプレイにアホみたく時間がかかるので、月1更新になります。毎月1日を目安にうぶっていこうという計画ですな。ふふふ、あんまり無理な計画を立てると、失踪する羽目になっちゃうからね。では、今回はこんなところでおいとまします。See you。ランキング15位、夢じゃない現実だ、そんなバカな。うわ、再生数がなんだこれ、桁がおかしいぞ、2桁くらい間違ってるだろ。誰だこんな手の込んだいたずらをしたやつは。夢だけど夢じゃなかった。という夢を見たんだ。はい、どうも。一部の方はお久しぶりです。ホビットです。前置きが長いとのお叱りをいただいたので、今回は巻きでいきます。その代わり、中置き、を作ります。ふふふ、これで前置きを短くできて、茶番も仕込める。我ながら冴えてるぜ。あ、でも一応一回だけやっとこうか。準備はいいかな同志諸君。貴様らー、バーバラは好きかー。それじゃ、本編を始めますかね。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。とまあ、大丈夫らしいんで。サクサク進めようと思います。まあ、イベント戦以外は、なるだけカットしないと尺が無駄に伸びるので、そのあたりはうまいこと調整していきますよ。え？茶番をカットしろ？それ、この動画を根本から否定してね。茶番以外に、何の意義があるというのかね？ないですね。とかなんとか言ってる間に、戦闘に入りました。まあ、ボス戦というかただのイベント戦闘ですが、一応避けられない戦いなので中ボスという扱いにしています。盲人段階。まあ、ぶっちゃけ雑魚ですよ。まごうことなきモブモンスターですよ。ちょっと時代を先取りした程度。先取りした程度の、しょっぱい奴らです。別に避けられて呆然としたわけじゃないんだからね。勘違いしないでよね。はい、戦闘もないので、思いっきりすっ飛ばしましたよ。ここはカルカドの街です。ここも街人は無視して、必要最低限のフラグだけ立てていきましょう。え？テリーのイベントシーンはどうしたって？何それ？つうか誰それ？私、そんな人知りません。白髪の剣士なんて知りません。八百長なんて知りません。まあ、そんな引き換え剣の話はどこかに置いといて、この街のフラグはたったの5つです。街中の人に話しかける必要はないのですが、ぶっちゃけ初見ではわかるはずもないので、大抵の人は全員に話しかける羽目になりますよね。おまけに、ドラクエ6はこの手のフラグが無駄に多いので、ちょっとイライラしますね。カルシウムをよこせ。しかも、何か確信をつくことを話している、わけでもないあたり、さらにイライラします。小魚食わせろ。これで4つのフラグを立てました。つまり、あと1つで終わりです。ちなみにこいつらと会話して役に立つ情報は、シスターの言ってた、満月の夜、近くの海に浮島が現れる、という情報だけです。
牛乳飲ませろ。はい、フラグ建築が終わったので夜になりました。ジャミラス戦では全滅してもやり直しが可能なのでお金を預けますね。さあ、行こうか。その結果がこのありさまだよ。見事に捕まっちゃいました。いやもうあれね、知らない人からのお酒とか断らなきゃダメね。相手が魔物だったからこんなのですんだけど、もしも人間の男だったら念仏降されてたかもしれないわ。ああ恐ろしい。うほ、いい腹筋。そしてこちらが我らの偉大なるカリスマ、ジャミラス様です。テリーのワンダーランドなどの後の作品ではなぜか無道より扱いが悪いですが、設定上は同格の魔王です。ちなみにステータスでははるかに強いです。無道許すまじ。まあ、よく訓練されたジャミラシストの方々は言われるまでもなくジャミラス弾幕を張っていることでしょう。チラッチラ。こんなこと言ってますが、本気で食べたりしないあたりがカリスマたるゆえんでしょう。問答無用で殴りつけておりますが、大体皆さんの予想通りです。戦術なんて飾りです。殴る一択です。カリスマであらせられるジャミラス様にはバーバラの覚えている補助呪文など効かないのです。無道とは違うのだよ。無道とはさらに無道とは違って道具を使った多彩な攻めを展開していらっしゃいます。さすがと言わざるを得ない。バーバラミネラ系は効きにくいのに使うとかバカじゃないのって。細けい答えんだよ。実際行動パターンは少なめですが、もともとジャミラス様は単体への攻撃に特化していらっしゃるので、それはプレイヤーへの配慮といったところでしょう。その度量の深さに感服する次第ですな。さて、散々おべっか使ってきましたが、ここまでごますってるのに会心が出ないけん、これは終わった。は、ふう、やはり夢だったか。てな感じで、ジャミラス様はお優しいので、夢落ちだったことにしてくださいます。ああ、素晴らしい。ジークジャミラス。今回は着地成功だぜ。さあ、この中置きは、約1分だ。この中にこっそりと、こっそりとサムネの画像を仕込んでおいた。今回はオートポーズなどしないから、気になるのなら探すといいさ。もちろん、フィルターなどかかっていないから安心してくれ。ちなみに、この BGM だが、編集途中では公式のものをお借りしていたが、先日男らしい兄貴の歌声が公開されたので、大急ぎで差し替えておいた。大丈夫だ、問題ない。むしろこれからは、この動画のテーマソングにすべきだと思うね。ベーコンレタスゲーの曲だって？まあ気にするな。その部分だけはカットしておいたから。さて、もうすぐ終わりだ。どうし諸君はお宝を見つけられたかな？では、本編再開といこう。ここで2番4番もゴールインだ。ゴール。
際どいところでしたが、ビデオ判定の結果、2着2番、3着4番となりました。ゴール。おっとここで7番もゴールインだ。残りは全員。ある5番も、ゴーム？音楽が終わったというのにまだ何か、おおおお、なんというどんでん返し。優勝は、第2レース4番出場者です。というわけで、ま、なんやかんやで、とりあえず締め切りに間に合いました。ぶっちゃけこのゆっくりボイスを打ち込んでるの。1日の午前5時だよ。ほんとにギリギリです。ギリギリすぎて、次回予告作る暇がなかった。申し訳ないね。敗因は画力がないのにサムネを書いたことです。間違いねえ。ではまた次回、11月1日にお会いしましょう。See you. やあ、元気かねみんな。この度は、ウプが遅れて申し訳ない。おかげで予定してたセリフとこのセリフを差し替えることになっちまったぜ。今も熱が38度あるが、まあ気にするな。誤差だ。さて、実は先日、偉大なる神が私にこんなものを授けてくれた。見ての通り、女神の描かれた絵画だ。ご神体と言ってもいい。もらったその日から、お守りとして肌身離さず持ち歩いている。神よ、ありがとう。では、いつものあれをやって本編に入ろうか。準備はいいかな？貴様らー。バーバラは好きかー。それでは、本編を始めよう。はい、どうも。ここはホルストック城です。え？何？カット部分で飛びすぎてよくわからないって？知らんな。そういうわけで、洗礼の祠に行くことになりました。後ろの子供は、彼には72通りの名前があるから、なんと呼べば。そろそろ流行りが終わりそうなので、ちょっと行ってみたかっただけです。正直すまんかった。つい今しがたヘタレが逃げ出した気がしますが、あえて放置します。ヘタレなどいらぬ。まあ、理由は後のお楽しみってことで一つ。そんなこんなでボス戦です。いざ尋常に勝負。はい、いらっしゃいませ。うざさナンバーワンのボスキャラ、試練その1です。こいつに挑むときは、ミレイユをパーティーに入れるか、踊り封じを覚えておくと楽になります。というのも、というか見ての通りですが、かなりの高確率でメダパにダンスを使ってくるので、ほいほいと混乱してしまいます。しかもこいつ、直接攻撃を使ってこないという厄介な敵なので、混乱を直すには、自分で殴るしかありません。守備力の低いバーバラでは、
自爆ダメージがバカにならないので、本当にシャレになりません。しかも、うちのバーバラにはまだ、力を覚えさせていないという罠。やっちまったぜ。あ、さっき、ミレイユがどうこうと言いましたが、DS 版では、キャラごとの特殊耐性がなくなったらしいので、ミレイユにも混乱が効くらしいです。あしからず。って、体力やべえ。自爆で100以上食らうんで、あと1回混乱させられたら死にますね。死にましたね。あとはバーバラが自ら命を絶つか、じわじわと殴り殺されるのを待つだけです。なんだよこのクソゲー。マジ許すマジ。貴様絶対に許さんぞ。絶対にだ。なんか、最近この髪の青いやつがよく出てきますね。誰だっけこいつ。イカデックスさん。でもあれは女の子だった気がす。よく似てない別人か。9000。え？くっそーこのなりきん主義の神様め。バーカバーカ、お前の母ちゃんでイベーソ。ただいま、不適当な音声が入りましたが、それはすべて悪霊の仕業です。ほら、何やら白いもやのようなものが見えませんか？それが悪霊です。この壺を購入すれば、悪霊が払われ、不適当な音声に悩まされることもなくなるでしょう。お値段はたったの200万円ぽっきり。ね？お安いでしょう？しかしですね、あなたは大変運がいい。今なら私たち、会に入会するだけで、この壺を無償で差し上げます。はい、そうです。あ、でも入会金が30万円ほどかかってしまいますが、大丈夫ですか？ではここにサインを、きちんと項目を読んでくださいね。はい、はい、ありがとうございます。30万円は現金でお持ちですか？ああ、カードでも大丈夫ですよ。あ、じゃあカードはお預かりしますね。暗証番号は、はい、はい、はい、大丈夫です。あと入会手数料がかかるんですが、誰かお友達は入会しておりますか？え？いない？そうですか。お友達がいらっしゃれば、手数料はサービスになったのですが、残念ですね。おや？どうやら悪霊は払われたようですね。どうですか？この素晴らしい効果は？とまあ、悪ふざけは大概にして、真面目に解説しますか。ここのボス、試練その1は、さっきのヘタレがいない状態で戦うと、ダンジョンを出るだけで復活するチートモンスターです。そしてこいつは、素早さの種を64分の1かっこ 1.56% かっこ閉じ、という超高確率で落とすという、種スキー推薦のモンスターでもあります。つまり、カセリオキです。さて、では久しぶりに、あの方々に登場していただきましょう。そうです。我らが八三の兄貴と、ミレイユ姉さんです。必要経験値の関係で、まだカンストにこそ至ってはいないものの、どこぞのメガネでは、まるで比較にならない力を秘めております。ではでは、いろいろと整えておきましょう。先立つものは大量にあります。ここはホルストック近くにつながる階段の、南にある大陸です。氷炭島は万能だぜ。むむむ、なんだこの扉は、不思議な材質だ。ちょっと縁あいちまったぜ。いやー不思議だなぁ。あ、察しの言い方は予測済みでしょうが、全員盗賊にしてあります。ふぅ、稼ぎ終わりました。これで全員大家分です。うむうむ。よし、問題ない。ではあの場所に戻りましょう。そういえばさっき、64分の1が超高確率だと言いましたが、それはなぜかというと、ドラクエ6だと普通、種系のドロップ率は256分の1、かっこ 0.39% かっこ閉じ、なのです。ひどいものだと1024分の1、かっこ 0.09% になります。それに比べればなんとたやすいことでしょう。ああ、エニックス様、こんなカモを授けてくれてありがとう。あ、こいつはさっきバーバラ一人で倒したので、縛りの範囲外の雑魚モンスターです。念のため。あと今回は、
盗賊の盗む確率の検証作業も兼ねてますので、ざっと200回くらい戦う予定です。ケケケ。ふう、やあ、同志諸君、中置きの時間だぜ。ぶっちゃけ編集作業がコマ撮りだからマジ死にそう。まあ、昨日は風邪で寝込んで死にそうだったけどな。今日もまだ完治はしてないぜ。徹夜に疲労が重なって偉いことになった。今度から自重しよう。まあ、今回のサムネも、著作権的な配慮により私の手書きだ。画力が低くて申し訳ない。え？不自然な湯気がある？それは進行心フィルターだ。気にするな。どうでもいいことだが、つい先日、私が6年にわたって探し続けていた本を手に入れた。それは、ハーメルンのバイオリン式最終巻。すでに絶版になった漫画なので、スクエニ様は売ってくれないのだ。おかげでこんなに時間を食ってしまったが、ついに手に入れたぞ。最近は、偉大な神が私にバーバラのカードを賜ってくれたり、スーファミ版の攻略本がブックオフにあったりと、いいことが続いていたから、寝込んだのはそのツケだろう。仕方ない。では、本編再開と行こうか。アイテムを盗むかくりは、アイテムオンラインのドロップ率かける10連続プラス1かける4分の1、例えられています。今回の試練との1が様々な動画かくりは、64分の1つまりおよそ 1.5% なので、盗賊が盗むかくりは、64分の1かける8プラス1かける4分の1、イコール256分の9、2アイコール 3.51%。なので盗賊4人の場合のドロップ率は、1キロ64分の63かける256分の247かける256分の247かける256分の240、7かける256分の247、2アイコール 15%。今回は200回戦ったので、200かける 0.15 イコール30個、大体最低ですね。200パーセントは少ないですが、およそ信用できそうです。その1が終わったので、次は試練その2です。レッツバトル。はい、こいつが試練その2です。見てくれ通りのパワーゴリ押しタイプなので、大した脅威ではありません。また、AI も頭が良いタイプではないので、無意味な行動をしてくれる時もあります。しかし、こいつの厄介な行動に、味方一体を強制的に眠らせる、怪しい瞳、という技があります。バーバラ一人だと、眠ったままフルボッコなどという状況が稀によくあるので、
ちょっと怖いです。とは言っても、試練その1で無限ループにはまるのよりは、はるかに低確率なので安心です。滅多なことでは死にませんよ。おいこらそこ、フラグじゃねえよ。いくら私が一級フラグ建築士かっこゲームに限るかっことじ。だからといって、そんな無駄なフラグなど立てないのです。さあ、魔王すらも滅ぼす拳の餌食となるがよい。さてと、ついに最後の試練になりました。容赦なく殴り倒して進みましょう。はい、見ての通り試練その3です。私のプレイ動画の中ではトラウマメーカーとして知られるこの馬面ですが、最強のバーバラの前では赤子同然、の予定です。もしもこいつに負けるようなことがあれば、公園で全裸になって騒ぎますよ。草薙さんが。さて、普通にプレイするのであれば、毎ターンにレイユネイさんあたりにスクルトやスカラをかけてもらうのが簡単でしょうが、残念なことにスカラを覚えていないので、装備コマンドで無効化するのみです。こいつに有効な属性はヒャド系ですが、例のごとく習得していないので殴ってます。なんか、今後もマジシャンというより、グラップラーな動画になりそうな予感がする。気のせいだろうか。取り越しブローならいいのだが、まあ、最悪力の種がブのみしてしまえば、攻撃力500までいくだろうし、細かいことは気にしないでおこう。しかし、毎ターン毎ターン無効化しているから、無駄に戦闘が長いな。やはり戦闘は一撃死の恐怖こそが最高だね。え、右上？何のことかな。ナブルーナブルー俺たち流れる汗もそのままに。ふん、まあまあだな。私の本気はこの程度ではないきり。次は、もっと素晴らしい歌声を披露してやるぞきり。っていうか、そろそろしんどけ。む？熟練度が上がったのか。ふふふ、着実に最強への道を歩んでいるな。さあ、最深部は目の前だ。さっさとついてこいヘタレ。というわけで。物語も中盤の山場に入ってまいりました。まあ、すっ飛ばしているので意味ないですけど。あ、そうそう、次回予告ですが、制作に余裕のある時だけ作ることにしますね。今は、率直に言うと余裕ゼロです。ふふははは、泣きたい。では、また次回でお会いいたしましょう。See you。元気かね同志諸君。私です。ホビットです。さて、始まって早々だが、諸君に言っておきたいことがある。それは、なんと今回、予想以上に詰まる箇所がなかったので、本編が非常に短くなっている。というのも、動画的に余分な箇所を大胆にカットしたら、ものすごく短くなってしまったのだ。それを前もって覚えておいてほしい。だが、プレイ内容としては一切手抜きをしていないので、その点は安心してくれ。連絡事項は以上だ。さて、ではいつものやつをやってから本編に入ろうか。準備はいいかな？貴様らー。バーバラは好きかー。では、本編を始めよう。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。じゃん、ここはホルストック近くの小屋です。鍵はさっきもらいました。と、言ってるそばから、サクッとやっちまいましょう。はい、定番の固定モンスター、井戸招きです。中途半端なところで出てきて、使ってくる技は雄たけび、力ため、石つぶてと、なんとも微妙なラインナップ。ステータスは、この時点の雑魚にしては強く、ボスとしては弱すぎるという半端もの。どこをとっても中途半端です。
こっちの半端者も成長してますね。正直どうでもいいですが。ふう、さりげなく、大幅なカットをさせていただきました。イベントは、まあいくつかあった気もするけど、ボス戦とかなかったし、特に問題はないな。はい、編集プラスカットです。やはり問題はないな。鬱陶しいからカット。別段雑魚には興味ないしね。そんなわけでフォーン城です。さっさと水門の鍵をもらいましょう。魔術師の塔とやらに行けって言われたけど、すでにルーラに登録されていた。不思議。淡々と熟練度稼ぎです。あんまり稼ぎすぎると、1ヶ月で動画を作れなくなるので注意が必要です。え？そんなのはお前だけだって？それもそうですね。さて、見ての通り、僧侶をマスターしました。これで回復は万全ですね。一応お金を預けておきます。前回装備を買ったので少し減ってます。ち。ふう、これで魔法使いも極めました。晴れて賢者に就職できます。ふふふ、しかし、予定も押しているので、そろそろストーカージジイを始末しましょうかね。ふうははー、中置きの時間だぜ同志諸君。今回の BGM は、裸羊の感染者第1号様からお借りした。癒されるぜ。今回の中置きは、サムネシーンを含めて2分の特盛り版でお送りいたします。まあ、もう半分終わってるんだけどね。前置きでも触れた通り、今回は詰まるところもなくサクサクいけたので、本編が短いからね。ウプ主は尺伸ばしに必死だよ。まあ、カットなしで数時間とかアホなことを考えないあたり、まだ手段は選んでるけど。そんなわけで、第2話、第3話にあったスーパー編集タイムですが、今回はありません。期待してた方には大変申し訳ない。代わりに、動画の最後に特貫工事でおまけをつけておいた。素材作る時間がなかったから若干しょっぱい出来だけど、まあ、そのあたりには目をつぶってくれ。もっと時間と素材があれば、徳山ずにはいられない。と、ぐだぐだしていたら、もう時間か。2分なんてあっという間だね。ではそろそろ、本編再開といこうか。典型的なバカの例に漏れず、今回のストーカージジイも高い場所に住んでいます。おっと操作ミス。レベルはこれ以上上がらないので、ステータスは変わってません。仕方ないね。でもまあ、呪文をいくらか覚えたので、かなり戦いやすくなりました。やはり回復呪文があるとないでは、安心感がまるで違います。もっとも、しばらくは使うつもりないんですけどね。じじい話投げよ。そんなんだから結婚できないんだ。さて、じじいとのバトルです。まずは魔法カンタをかけましょう。これは最大ダメージのベギラゴンを封殺するためです。次にスカラをかけて直接攻撃のダメージを減らします。2回掛けすると、ミラルゴが仲間を呼ぶしか使わなくなるので、最初だけ自重します。あ、今の段階では、言うまでもなく拳が最強です。魔法使いとは何だったのか。2体目の魔人が出現したので、スカラをかけますね。これでミラルゴは完全に封殺できます。と、
言っても、魔人はかまいたちを乱射してくるんですけどね。なのでメダパニで混乱状態にしてしまいましょう。うまくいきました。あとはこのジジイの全身を、大出し尽くすだけです。フルボッコです。え？何？老人虐待？黙れ小僧、お前にあの娘の不幸が癒せるというのか。人として生きられず、死ぬことも許されん。哀れで美しい鏡姫を、お前にイリカが救えるか。あと、さっきからジジイジジイと言ってるが、こいつはモンスターだ。人間じゃない。だから殴り殺しても罪には問われない。よし、不正はなかった。おっと、混乱が解けたのでかけ直さねば。うむ、これでよし。まあ、ぶっちゃけるとですね。こんな完全防備しなくても勝てますよ。でも事故は怖いですし、ジジイの顔を何時間も眺める趣味もないので、サクサクっとぶち殺します。もし、エイトみたいに、プレイヤーキャラも見れるっていうのなら、話は別ですけどね。何を好き好んで、ストーカージジイとベジタブルピザなんぞ、見なきゃいけないんですか？拷問ですか？そうですか。つうかこのジジイ、刑法的には、どういう扱いになるのかな？まず、わいせつ、というか結婚。目的の誘拐だから、営利目的等略取および誘拐罪？で、これは懲役1年から10年、だっけ？次に、鏡の中に閉じ込めてるわけだから、逮捕および監禁の罪？で、多分懲役3ヶ月から7年。あと、出たければ結婚しろって脅迫してるわけだから、脅迫の罪で2年以下の懲役、または30万円以下の罰金、だったかな？計算方法がよくわからんけど、数百年の監禁に比べると、全然大した刑罰じゃないね。というわけで引導を渡しました。無様に死体を晒すがいい。さて、手が空いたので遊びましょうか。燃え尽きろー。今のはギラではない。ベギラゴンだ。知らなかったのか？大魔女からは逃げられる。おかしいな。大魔王バーン様の言葉を参考にしているのに、どことなくかっこ悪い。どこを間違えたって言うんだ。というわけで、ふう、実にサクサクでしたな。今後もこれぐらい楽だといいのですが、まあ、期待しないでおきましょう。今回は、尺が短めなので、次回予告を作りました。とは言っても、一日でデッキや突貫工事なのでクオリティには期待しないでください。では、よろしければまた次回でお会いいたしましょう。See you. はい、お久しぶりだね同志諸君。まあ、開始早々で本当に申し訳ないんですけどね。タイトルにある通り、この動画は不完全版です。家庭崩壊の危機につき、編集時間がまるで取れませんでした。本当に申し訳ない。延期したのにまだ不完全とはこれ以下に。ぶっちゃけまだ危機が去っていないので、しばらく編集時間が取れるか怪しいです。完成次第 Twitter やらコミュやらで告知するので、待ってくださる方は気長に待ってくださいませ。なので、この動画を見る方は、不完全でも構わないぜぐはははは、という方のみの視聴でお願いします。さて、ではいつも通り、あれをやって始めましょうかね。準備はいいかな？貴様らー。バーバラは好きかー。では、本編を始めようか。やあ、同志諸君、元気かね？ただいまスニーキングミッションと称した、当たり屋用を改良しています。いやあ、さっきからショルダータックルを繰り返してるんだけど、こいつまるで気づく気配がないね。怪我人のはずなのに、なんたるタフ、なんたるスタミナ。
これはあれじゃね？テーピングじゃね？もしくはアイシングじゃね？まあ、何にせよ相当鈍感なのは間違いないね。実際、判定とかそういう話をすると、彼の視界に入らない限り見つかりません。どんだけタックルをかまそうが、荒ぶる鷹のポーズで舞い上がろうが、視野の外側ならば見つかることはないのです。彼の視野は真横を覗いたおよそ180度。振り返りの時以外なら、ほぼ戦闘のキャラにしか反応しません。振り返りの時は、彼から半マス以上下か、一マス以上上にいると、物陰に隠れていない限り見つかります。逆に言えば、真横にいる限り見つかりません。盲点大きすぎはロタ。そしてここは、彼が振り向く前に後ろを通り抜けて、一旦ロブを画面外に出した後に、彼が画面に表示されるギリギリのところまで戻ると、なぜか見つかりません。ね、簡単でしょう？ここにいると、扉のギミックを調べる必要がないので、RTA ならば、狙うのもありかもしれませんね。ちょこっとカット。あ、ここのロケシーンじゃないか。なら早送りでいいや。クリス・ウマースーガーコートーシーモーヤーテイクルー。楽しいカーター思い出を消し去るように。さあ、リア充見つけて爆破しよう。あ、イベント終わってた。はいはい、北東ね。それじゃルーラで飛びますか。よいしょっと、思いっきり北東の地にやってまいりました。と言ってもこのゲーム、北の果てと南の果てが繋がってたりするから、ぶっちゃけどの方角でも関係なかったりするけど、方角とは何だったのか。まあ、この通りルーラでついてくるんですが、そもそもこれってどうなんかね。大きな船とかいらない気がする。そんなわけで人魚の住処に着きました。パチパチ。ところで人魚乱獲しちゃダメかな？定番の熟練度稼ぎですね。ちゃちゃっと賢者をマスターさせていただきました。ふぅ。おっと余韻に浸っている場合ではないか。ではでは。そんなわけで海底宝物庫にやってまいりました。皆さんの死亡フラグ、トラウマメーカー、マジンガ様とのご対面です。まあ、たかが死亡フラグごとき、ぶち折れないで何が最強か、キリ。まあ、先に良心的な方と、戦いましょうかね。まず最初は補助呪文を積みましょう。基本的に物理攻撃しか使ってこないので、力だけで十分ですね。3回積めば上限の200アップに到達するので、きっちり積みます。おっとまずい。このままではバニラサじゃなくてバーバラさんが死んでしまう。ベホまで全回復余裕です。理論上、うちのバーバラのヒットポイントは、ベホマによって3万を軽く超えますが、何か？スカラを積み終わりましたね。おっと、余分な奴が来た。ですが、今ならまだベホマスライムがいても問題ないので、先に回復してしまいましょう。これでよし。あと残る補助呪文はバイキルトだけですね。お、スカラによる鉄壁の防御のおかげで、なかなか耐えられそうです。そしてバイキルトで、攻撃力もアップしました。まさに爆肉抗体です。100% 中のじゃあうち。いかんいかん。満身は最強の英雄王をすら、ただの雑種に敗北させると書物で読みました。クリックで文字が流れる書物で読みました。おごる平家久しからず。さあ、落ち着いて、目障りな雑魚を一匹一匹、確実に始末していきましょう。ふん、触手などいらぬ。身の程を知れ。また何度も呼ばれては鬱陶しいので、次はガーディアンを仕留めましょうか。ふむ、さすがに一撃では倒れぬか。ただの雑魚にしては上等だな。おっと体力が、ベホマベホマ。これで憂いなし。さてと、特別に逃げ決め遅れてやろう。耐えてむ？ち、余計なものを呼びやがって。触手要因は帰れ。まったく、じりじりと間を伸ばしやがって、尺が無駄に長くなって編集画面大変だろ。腹を切れ。これで残るは、メインイベントただ一体。最強の呼び声も高い、
超古代兵器マジンガー Z キラーマジンガー様です。 25% の確率で魔法カンタ状態になってるらしいですが、ぶっちゃけいつも魔法カンタ状態な気がします。無論全力で殴り抜けば何の問題もありません。守備力が若干高いですが、バーバラの本気の前では神同然、一発で200近いダメージを叩き出すことができます。恐るるに足らず、俺、200とか普通に出すし、初見殺しがなんだ、たかだか機械不正が調子に乗ってんじゃねえぞこらー。やーれやれ、ま、とりあえずお宝を頂戴しておくかね。メダルチョコ美味しいです。バリバリと音を立てて食べましょう。全体的にしけたお宝でしたが、まあ、埃かぶった兵器が守っていたものなぞ、たかが知れてますね。味を占めたので、調子こいてこのままもう一方のお宝も、いただいてしまいましょう。あ、一応ステータス表示。もちろん何にも変わっちゃいません。しょぼーん。オンボロ兵器なんざ、握りつぶしてくれるわ。手に頼る？え、ちょ、卑怯じゃね？それさすがに卑怯じゃね？私何か失礼なことを？え、何のことですか？え、え、多分視聴者の誰かが調子こいたんです。そいつらを生贄にして構いませんから、どうか私だけは見逃して。ふぅ、皮膚がなければ即死だった。素早さから考えれば、こっちの先生で安定のはずなのに、なぜか先生を取られてしまった。やはり慢性的なリアルラック不足だね。え？さっき視聴者を身代わりにしようとしたって？何のことかな？私のログには何もない。あ、はい。真面目に解説します。いえ、させていただきます。さっきポロッと言ったけど、力を詰める上限は、守備力上昇200ポイントまでです。ダメージ軽減にして、50ポイント分ですね。そしてキラーマジンガの攻撃は、通常攻撃、強化攻撃、メタル蹴り、ドラゴン蹴り、と、すべて物理攻撃で構成されています。そのためマジックバリアやフバー派ではなく、力が最も効果的です。ちなみに意外と弱点は多く、デイン系や火炎、吹雪、岩石属性や軍隊予備も有効です。呪文ではなく特技をメインに戦うならかなり優位に立てますね。ま、この縛りでは望むべくもないのですが、毎回戦術の話をするたびに、縛りのせいでできなかったりするのが悲しい。でも初見でもないノーマルプレイの動画だと、ネタ要素に欠けるのよね。神プレイじゃタス3を超えられないし、なんともいたしかゆしですな。まあ、できないことをグダグダ言っても仕方ないので、ポジティブに行こうか。こいつ実はギガスラッシュ2発で終わるんだぜ、やっぱー。おっと、つい心の声が、まあ、気にしないでね。細かいステータスを言えば、キラーマジンガ様のヒットポイントは600ぴったり、攻撃力310、守備力235、素早さ147、となっているので、ヒットポイントを除けばボスレベルの能力です。また、100% の2回行動というチート地味た特性を持っていたり、状態異常すべてと真空属性が完全に無効だったりと、メンタル殺しもきっちり備えています。AI はおバカですが、そもそも技が物理攻撃一択なので何の問題もありません。これはひどい。激しく切りつける、いや、弓を引き絞る、といった強化攻撃の確率が3分の1と若干控えめなのは、救いなのか悪いなのか。技の構成上4連続強化攻撃はありえないので、一応救いだと思っておきます。バーバラの戦術としては、ガチガチにスカラで固めて、バイキルトをかけた拳で殴る。まさにグラップラー、って、毎度のことですがどのあたりが大魔女？リアルに存在意義がピンチです。お、やっと一体倒せましたね。いやー、長かった。これでダメージ効率も良くなるので安心です。MP の残りもかなりあるしね。ふぅ、先生取られた時はどうなることかと思ったけど、どうにかなってよかったよかった。呪文を覚えてからというもの、圧倒的じゃないか我が軍は。これ視聴者的にどうなのかね。バーバラがフルボッコされる様を見たいとかいう、ド M かド S か判断に困る紳士諸君なぞ、いないと思いたいんだが、大事なことなので2回言いました。そんなわけでとどめのパンチ。トラウマブレイク完了です。もっと褒めてもらっても構わんのだよ。む、むむ？お、
またメダルチョコゲット。バリバリ。なんと、グリンガムの鞭を見つけた。無言だったのは、別に深い意味はないんだよ。悩んでなんかないよ。本当だよ。あ、その目はさては疑っているな。まったくこれだから人を信じられない子供たちは突然。私は帰ってきたぞ。長く厳しい編集があった。辛く悲しい現実があった。だがそれでも、私は今ここに立っている。喜べ、同志諸君。君らの願いはようやく叶う。おっと、あまりにも久々だったのでついたかぶってしまった。まあ、生放送に来てくれるようなハイセンスな方々は、私の生存報告をちゃっかり受け取ってたはずなので、何の心配もしてなかったように思うけれど、私が生きていようが死んでいようがハーハーしようが全裸正座しようが、ぶっちゃけどうでもいいよね。さて、そろそろあれをやって始めましょうかね。準備はいいかな？貴様らー、バーバラは好きかー。では、本編を始めようか。やあ、同志諸君、元気かね？ただいまスニーキングミッションと称した、アタリア用を改良しています。いやあ、さっきからショルダータックルを繰り返してるんだけど、こいつまるで気づく気配がないね。怪我人のはずなのに、なんたるタフ、なんたるスタミナ。これはあれじゃね？テーピングじゃね？もしくはアイシングじゃね？まあ、何にせよ相当鈍感なのは間違いないね。実際、判定とかそういう話をすると、彼の視界に入らない限り見つかりません。どんだけタックルをかまそうが、荒ぶる鷹のポーズで舞い上がろうが、視野の外側ならば見つかることはないのです。彼の視野は真横を覗いたおよそ180度。振り返りの時以外なら、ほぼ戦闘のキャラにしか反応しません。振り返りの時は、彼から半マス以上下か、一マス以上上にいると、物陰に隠れていない限り見つかります。逆に言えば、真横にいる限り見つかりません。盲点大きすぎはロタ。そしてここは、彼が振り向く前に後ろを通り抜けて、一旦ロブを画面外に出した後に、彼が画面に表示されるギリギリのところまで戻ると、なぜか見つかりません。ね、簡単でしょう？ここにいると、扉のギミックを調べる必要がないので、RTA ならば、狙うのもありかもしれませんね。ちょこっとカット。あ、ここのロケシーンじゃないか。なら早送りでいいや。クリスーマースーガーコートーシーモーヤーテイクルー。楽しいカーター思い出を消し去るように、サーリア中見つけて爆破しよう。あ、イベント終わってた。北東だっけ？それじゃルーラで飛びますか。よいしょっと、思いっきり北東の地にやってまいりました。と言ってもこのゲーム、北の果てと南の果てが繋がってたりするから、ぶっちゃけどの方角でも関係なかったりするけど、方角とは何だったのか。まあ、この通りルーラでついてくるんですが、そもそもこれってどうなんかね。大きな船とかいらない気がする。そんなわけで人魚の住処に着きました。パチパチ。ところで人魚って高く売れそうじゃね？定番の熟練度稼ぎですね。ちゃちゃっと賢者をマスターさせていただきました。ふぅ。おっと余韻に浸っている場合ではないか。ではでは。そんなわけで海底宝物庫にやってまいりました。皆さんの死亡フラグ、
トラウマメーカー、マジンガ様とのご対面です。まあ、たかが死亡フラグごとき、ぶち折れないで何が最強か、キリ。まあ、先に良心的な方と、戦いましょうかね。まず最初は補助呪文を積みましょう。基本的に物理攻撃しか使ってこないので、力だけで十分ですね。3回積めば上限の200アップに到達するので、きっちり積みます。おっとまずい。このままではバニラサじゃなくてバーバラさんが死んでしまう。ベホまで全回復悠々です。理論上、うちのバーバラのヒットポイントは、ベホマによって3万を軽く超えますが、何か?スカラを積み終わりましたね。おっと、余分な奴が来た。ですが、今ならまだベホマスライムがいても問題ないので、先に回復してしまいましょう。これでよし。あと残る補助呪文はバイキルトだけですね。お、スカラによる鉄壁の防御のおかげで、なかなか耐えられそうです。そしてバイキルトで、攻撃力もアップしました。まさに爆肉抗体です。100% 中の100アヒル。いかんいかん。満身は最強の英雄王オスラ、ただの雑種に敗北させると書物で読みました。クリックで文字が流れる書物で読みました。おごる金ピカ死亡フラグ。さあ、落ち着いて、目障りな雑魚を一匹一匹、確実に始末していきましょう。ふん、触手などいらぬ。身の程を知れ。また何度も呼ばれては鬱陶しいので、次はガーディアンを仕留めましょうか。ふむ、さすがに一撃では倒れぬか。ただの雑魚にしては上等だな。おっと体力が、ベホマベホマ。これで憂いなし。さてと、特別に2撃目遅れてやろう。耐えてむ?ち、余計なものを呼びやがって。触手要員は帰れ。まったく、じりじりと間を伸ばしやがって、尺が無駄に長くなって編集画面大変だろ。腹を切れ。これで残るは、メインイベントただ一体。最強の呼び声も高い、超古代兵器マジンガーゼキラーマジンガ様です。25% の確率で、魔法カンタ状態になってるらしいですが、ぶっちゃけいつも魔法カンタ状態な気がします。無論、全力で殴り抜けば何の問題もありません。守備力が若干高いですが、バーバラの本気の前では神同然。一発で200近いダメージを叩き出すことができます。恐るるに足らず。俺、200とか普通に出すし。初見殺しがなんだ。骨董品の分際で、調子こいてんじゃねえぞこらー。やーれやれ。ま、とりあえずお宝を頂戴しておくかね。メダルチョコ美味しいです。バリバリと音を立てて食べましょう。全体的にしけたお宝でしたが、まあ、誇りかぶった兵器が守っていたものなぞ、たかが知れてますね。味を占めたので、調子こいてこのままもう一方のお宝も、いただいてしまいましょう。あ、一応ステータス表示。もちろん何にも変わっちゃいません。しょぼーん。オンボロ兵器なんざ、握りつぶしてくれるわ。手に頼る?え、ちょ、卑怯じゃね?それさすがに卑怯じゃね?私何か失礼なことを?え、何のことですか?え、え、た、多分視聴者の誰かが調子こいたんです。そいつらを生贄にして構いませんからどうかどうか私だけは見逃して。ふぅ、皮膚がなければ即死だった。素早さから考えれば、こっちの先生で安定のはずなのに、なぜか先生を取られてしまった。やはり慢性的なリアルラック不足だね。え、さっき視聴者を身代わりにしようとしたって?何のことかな?私のログには何もない。あ、はい。真面目に解説します。いえ、させていただきます。さっきポロッと言ったけど、スカラを詰める上限は、守備力上昇200ポイントまでです。ダメージ軽減にして、50ポイント分ですね。そしてキラーマジンガの攻撃は、通常攻撃、強化攻撃、メタル蹴り、ドラゴン蹴り、と、すべて物理攻撃で構成されています。そのためマジックバリアやフバー派ではなく、スカラが最も効果的です。ちなみに意外と弱点は多く、デイン系や火炎、吹雪、岩石属性や軍隊よりも有効です。呪文ではなく特技をメインに戦うならかなり優位に立てますね。ま、この縛りでは望むべくもないのですが、毎回戦術の話をするたびに、縛りのせいでできなかったりするのが悲しい。でも初見でもないノーマルプレイの動画だと、
ネタ要素に欠けるのよね。神プレイじゃタスさんを超えられないし、なんともいたしかゆしですな。まあ、できないことをグダグダ言っても仕方ないので、ポジティブに行こうか。こいつ実はギガスラッシュ2発で終わるんだぜ、100パー。おっと、つい心の声が。まあ、気にしないでね。細かいステータスを言えば、キラーマジンガ様のヒットポイントは600ぴったり、攻撃力310、守備力235、素早さ147、となっているので、ヒットポイントを除けばボスレベルの能力です。また、100% の2回行動というチート地味た特性を持っていたり、状態異常すべてと真空属性が完全に無効だったりと、メンタル殺しもきっちり備えています。AI はおバカですが、そもそも技が物理攻撃一択なので何の問題もありません。これはひどい。激しく切りつける、いや、弓を引き絞る、といった強化攻撃の確率が3分の1と若干控えめなのは、救いなのか悪いなのか。技の構成上4連続強化攻撃はありえないので、一応救いだと思っておきます。バーバラの戦術としては、ガチガチにスカラで固めて、バイキルトをかけた拳で殴る。まさにグラップラー、って、毎度のことですがどのあたりが大魔女？リアルに存在意義がピンチです。お、やっと一体倒せましたね。いやー、長かった。これでダメージ効率も良くなるので安心です。MP の残りもかなりあるしね。ふう、先生取られた時はどうなることかと思ったけど、どうにかなってよかったよかった。呪文を覚えてからというもの、圧倒的じゃないか我が軍は。これ視聴者的にどうなのかね。バーバラがフルボッコされる様を見たいとかいう、ド M かド S か判断に困る紳士諸君など、いないと思いたいんだが、いないと思いたいんだが、大事なことなので2回言いました。そんなわけでとどめのパンチ。トラウマブレイク完了です。もっと褒めてもらっても構わんのだよ。む、むむん？お、またメダルチョコゲット。バリバリ。なんと、グリンガムのムチを見つけた。む、無言だったのは、別に深い意味はないんだよ。悩んでなんかないよ。本当だよ。あ、その目はさては疑っているな。まったくこれだから人を信じられない子供たちはとつ。久々の中置きである。時間かけた割には低クオリティなものになってものすごく残念ではあるが、私の技術力の限界なので仕方がない。あ、言い忘れていたが、ちょこちょこ改変しているとはいえ、中置きまでの内容は不完全版とほとんど変わってないから、正直なところ飛ばしていいと思うよ。え？もう遅い？うん、そりゃあわざとだからね。はっ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 は。さてと、今回の BGM は感染者第2号様からお借りした。未だに気づいてない人がいるっぽいので言っておくけれど、主込めは毎回容量いっぱいいっぱいなので、お借りした動画のリンクなどは別の場所にまとめてあります。あとは自分で調べてね。さて、実生活が正直いろいろやばかったりするので、今後のニコニコライフに、多大なる影響が出そうな気配濃厚です。やりたいことがいっぱいあるのに、
どうにもならない焦燥感。ふふふ、これが大人の階段を登るってやつですかね。さあ、てーとー、じゃまあ本編に戻りますか。ぶっちゃけこっからが本編だけどね。ただいま熟練度上げの最中です。しばらくお待ちください。素晴らしいサクサクっぷりですね。いやうん、嘘だけど、思いっきり嘘だけど、ともかく最強かもしれない呪文メラゾーマを覚えました。イエーイ、チースグラコスさん、チース、せっかくメラゾーマを覚えたので今日はあなたを丸焼きにしに来ました。味付けは塩がいいですか、それとも味噌だれですか。あ、舞踏家の熟練度揚げは録画に失敗しました。やり直すの面倒くさかったんで、まあいいよね。さて、気を取り直して、味付けは何がいい。答えがなければ醤油をぶっかけます。さすがに素焼きでは美味しくなさそうなので勘弁していただきたい。はい、初代モンスターズで唯一ハブられた魔王グラコスさんです。とりあえずフバー派で行きたい。作なう、行きじゃなかったなう、スからかければよかったなう、なうなう、む、ツイッターってとりあえずなうつければいいんだよね。あれ違うの、なぜスからを使ったらすぐにマジャドを使うのか。そして今さら一泊な、嫌がらせか、嫌がらせなのか。次はマジックバリアと行きましょう。ちなみにマジックバリアには呪文や特技の貫通度を下げる効果があるのですが、言葉で説明するのは難しいので、とりあえず威力や命中率を下げるものだと考えておいてください。ともかくこれで補助呪文は積み終わりました。早速ジューシーに焼き上げましょう。刮目せよ、これが世のメラゾーマである。で、あれ130、殴りで200くらいいかなかったっけ。普通に行きました。なんだよこのクソゲー、攻撃呪文の出番がないんだけど、調整どうなってんの。え、なに、縛りプレイには対応しておりませんって。そいつはすまんかった。さて、茶番はほどほどに解説タイムに入りますかね。このグラコスは雑魚です。以上、よし今日の収録は終わったぞ。夕飯食べて帰ろうぜ。あ、みんなでラーメン行くか。オッケーオッケー。え、ちゃんとやれ、しゃあないなもう。グラコスのステータスはヒットポイント3000、マジックパワー50、攻撃力守備力ともに210、素早さ80です。弱点属性は電撃と岩石、キャド契約武器は無効で、マヌーサとマコトン、マコトラ以外の補助呪文は効果がありません。攻撃回避率がゼロに設定されているため、通常攻撃が非常に有効です。行動パターンは氷の域、マジャド、強化攻撃、通常攻撃の4つで、一旦に1回行動。ただ、MP が50しかないため、マジャドはすぐに打ち止めとなります。従って、物理と域にだけ対策を打っておけば絶対に負けません。実に簡単なお仕事でした。通過セリフ急いだのに間に合ってないんだが、どんだけ弱いんだよこいつ。ああ、どうしようかしら。かなり叩いたから、お肉もほぐれていい感じになってると思うし、生でいけるかしら？ベギラゴンで少し炙れば叩きとしていけるかもしれないね。ああ、でもこいつ泥臭そうだなぁ。いや、捨てちまおう。ポイッとね。あ、なんかカルベローナとかいう都市が、復活したらしいです。うん。じゃあまあ次回あたり、行ってみましょうかね。適当に。というわけで。これにて第5話は終了です。かなりの時間がかかってしまいましたが、今まで待ってくださった皆様、本当にありがとうございます。今後のことですが、これからリアル生活が大幅に忙しくなりますので、動画の投稿が季節に1本とかそういう頻度になるかと思われます。でも、できる限り失踪しないように頑張ります。テリーはどこ行った状態ですしね、なんとかせねば。ではでは、また次回にお会いいたしましょう。See you! どうも皆様、おー久しぶりでーす。私です。ホビットです。およそ3ヶ月ぶりの投稿になりますが、皆様お元気ですか？さて、何やら最近では、ゆっくり立ちわふわふわと上下運動したり、
頂上があったりするものになりつつありますが、私のゆっくりはこれまで通り動きませんし、表情豊かにもなりません。それはなぜか、答えは実に簡単です。動かすのはめんどくさい。嘘です。実はですね、この画像、なんと一枚絵なんですよ。そういうわけで動かせないんですね。え？分割パーツ作れって？さて、何の話題だったかな？思い出せないから、そろそろいつものあれに行きましょうか。準備はいいかな？貴様らー、バーバラは好きかー。では、本編を始めようか。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。グッドモーニング、グッドアフタヌーン、グッドイブニングエブリワン。さあ、This is 本編。ここは、みんな大好きな魔法都市、カルベローナです。弱い30年を超えたチェリーボーイズと魔性の女性ばかりが住むという、いや嘘です、ごめんなさい。普通に魔法の国です。シーケンの隅っこにあるネズミの王国ではなく、純正の魔法の国です。さて、何やら地面が無駄にキラキラしておりますが、これはラメ加工がしてあるわけではなく、時の砂がばらまかれているのです。こんなものをぶちまけるなんて、どうやら長老もボケ始めたようですね。さらっと無効化して侵入なう。さて、ここのイベントはちょっとばかり長いですが、バーバラのイベントですのでノーカットでお送りいたします。バーバラのイベントですので、ノーカットでお送りします。重ねて言いますが、バーバラの、イベントですので、バーバラに優しく、その他に厳しく、この動画はそんな紳士スタイルを貫こうと思っております。皆様ご理解ご協力のほどを、よろしくお願いいたします。そんなわけでマダンテを覚えました。よし長老、もう休んでいいぞ。うむ、いいチリザマだな。誤解のないように言っておきますが、私やバーバラは手を下してませんよ。というか、ほとんど初対面の相手を意味もなく殺すほど飢えてませんし、雑魚なら何千何万と殴り殺しにしてますからいい加減飽き飽きですし、そんなことして喜ぶのはどっかの影の薄い大魔王だけ嫌なんでもないです。あばよ、長老、貴様の教えたマダンテは、平和のためにうまいこと活用してやるぜ。平和のために、な。うずうず。縛りの関係上、ボス戦で使っていいのかは難しいところではある。が、試し打ちぐらいしても許されるだろう。うずうず。さて、どこでやろうかなっと。うずうず。ライフゴッド、ナウ。やはり試し打ちというからには、フルスペックで臨まねばなりません。というわけで賢者に転職、MP カンスト。ま、基本値ですでに990ありますから、実質9ポイントしか増えてませんけどね。さーてうろうろ、って全然出てこないな。奥下か、雑魚モンスターども。きたー。ふむ、贅沢言うならブチスライムが良かったけれど、まあ、こればっかりは確率だから仕方ないね。さて皆様、大変お待たせいたしました。これが、フルスペックの究極呪文です。ダメージの値がすでにドラクエしておりませんな。まるで FF のようだ。一応解説すると、スーファミ版のマダンテは残り MP×3 のダメージを与える炎属性の攻撃です。あ。このように MP が枯渇するので注意が必要です。さて、茶番はほどほどにしてサクサクとイベントを進めましょうかね。視聴者からの見えない視線が痛いですわ。ここは、オッサレイナル AD とジュエントルメインの集う、ジャンポルテの館です。ここでの目的は、早々とランク3までのコンテストを突破し、綺麗な絨毯を手にすることですな。このコンテストを勝ち抜くためには、ドラクエシリーズにおいて、本作で初めて導入されたステータス、
かっこよさ、この数値が必要不可欠になります。以前も申し上げたように、バーバラのかっこよさは全キャラ中トップの160。ふふふ、どこに負ける要素があるというのだね。この圧倒的なステータス、もはや笑いが止まりません。うへへへへさあ、バーバラ様のお通りだ。ズズイッと道を開けてくれたまえ。一番右っと。ふむ、一番左のお姉さんが一番の強敵でしょうか。横の男の人はどう見ても作業着だし、真ん中のおばあさんはおめかししてるけど、ちょっと、いやかなりケバいです。おばさんに至ってはもう論外、あんなのが優勝したらそれこそ奇跡でしょう。ちょっとだけカット。正直その他大勢のウォーキングシーンとか、いりませんよね。ふぅ？は、いかんいかん。ついつい全裸のバーバラに見とれてしまったではないか。まあ、こんな感じですから軽く優勝はいただきですね。いくらベストドレッサーコンテストといえど、所詮はランク1、レベルも美しさもマックスとなったバーバラにとってはそれこそ路傍の石ころなのです。さあ皆さん、高らかに優勝者の名前を呼ぼうではありませんか。せーのでいきますよ。せーの、バーバラ、何の間違いですかこれ。いくらなんでもそこのおばさんはないでしょう。それならまだ左のお姉さんの方が、は、そうか、これは八百長だ。間違いない。ちょっと待ってください。司会のお兄さん聞いてください。やらせですよ。これは八百長です。ほら、今の発言、どこがいいとか悪いとかまるで指摘していない。曖昧な表現にとどまっています。審査員が買収されているとしか思えません。って聞いて、少しでいいから話を聞いて。というようなことが起こらないよう、きっちりと準備してから進めましょう。さて、このベストドレッサーコンテストですが、ランク3までを突破するにはかっこよさが220必要です。60ほど足りてませんね。絶望的な数値です。が、ここで生きてくるのが職業、スーパースターの存在です。この職業はかっこよさの補正値がプラス 15% で、マスターすれば補正後の数値にさらにプラス15ポイントのおまけもつきます。ここから計算すると、かっこ220-15かっこ21.25、イコール 178.26。つまり、補正抜きで179ポイントのかっこよさがあれば、勝ち抜くことができます。さて、ここから先は、わかってるな？そう？ランカフです。今回は検証も兼ねて、下のアモールでも戦います。ここは、美しそうを落とすブラッディーハンドが出やすい気がするのです。ではスタート。という感じの検証作業を行ってみました。結果、山を置いておいてどこって他に珍しいモンスターがいないのよね。守りの種を落とすのは今ランクとか命の木の実を落とすリングレッドとかコンテッドミラーとか力の種を落とすランクの魔人とかそういう種系アイテムを落とすモンスターが欲しいわけですよ。今後もステータスアップは重要ですからっていうか絶対にないと済みますからね。やばいね。なんだってこんな縛り考えちゃったんだろうね。パッパッパ払いが止まらないや。うかここのデータ何度もセーブ忘れたり破損したり録画データなくしたりして何度も何度もやり直してたわけですよ。もうあったよね。だっていうか無事録用の息だよね。助けて。ふぅ。つい荒ぶってしまいましたが、とりあえず今後はマウントスノーで行かせていただきます。とまあ、こんな感じで、美しそうを集めていたら、ついついバトルマスターまで極める羽目になってしまいました。まあ、どうせいつかは熟練度稼ぎしなきゃいけないんだから、一緒ですね。うん。
なわけで中沖縄。今回の BGM は、感染者3号様が動画を消してしまっていたので、感染者4号様からお借りした。あ、そうそう。実は今回のサムネだが、ペンタブが行方不明になってしまったので、私の書いたラフを師匠側の手この手を加えて完成させてくださったものである。さらっと引き受けて散々な注文に応えてくださったことには、いくら感謝してもし足りない。あのイラストを気に入った諸君は、全身全霊をもって師匠をあがめ立てまつるが良い。さて、そんなわけで私のペンタブが家出しているので、画像編集その他もろもろに師匠が出まくりである。これは早々に買い直さなければいけないのかもしれない。痛い出費だ。ちなみにリアル生活はそれなりに順調なような、そうでもないような。まあ、なんかよくわからない感じに進んでます。とりあえず、数ヶ月以内に存在消滅などという事態はないでしょう。さて、グダグダもここまでにして本編再開といこうか。時間の節約も兼ねて、今回の解説オバ、かっこよさを19ポイント上げたわけですが、実際に使った美しそうの数は14個です。え？ 5 個足りないじゃないかって？その通りです。これはロンガデセオのパフパフお姉さんにかっこよさを上げてもらったからです。あのお姉さんは最初にパフパフ、多分お化粧ですが、推したキャラクターのかっこよさを、5ポイント上げてくれるのです。この5ポイントは大きいですね。そして、この時点までで、タンスや宝箱などから美しそうは最大12個手に入ります。まあ、とある村とかにちょっと先回りする必要がありますけどね。これで残りは2個、十分に頑張れる数ですね。まあ、そうは言っても結構な戦闘回数をこなしましたけど。ふふふ、なんとも世知辛いというか、なかなかに残酷な仕様でございます。あ、言ってなかったのですが、さりげなくザクザクとカットしてます。できるだけ自然にしたつもりなんですが、どうでしょう？うまくいってますかね？こんな感じで滑らかなカットというのも、なかなかありですな。手間かかりますけど。という感じでランク1クリアなのです。そして便利アイテムシルバートレイゲット。とはいえ縛りの都合上、これまた使えないのですが、なんとも悲しいですな。まあ、装備使えばそれこそ余裕でしたからね。ちょうどいい範囲ってところでしょう。ちなみに審査員の方々からは、どうでもいい話が聞けますが、コーディネートボーナスがいくらあったかを教えてくれたりもするので、いろいろ試してみるのも一興かもしれません。ま、言わずもがなすべてのパターンは、攻略本や有志によって、発見済みですけれどね。さてさて、では続けて、ランク2のコンテストに出陣いたしましょう。ランク3に勝てるように調整してますから、ランク2など恐るるに足りま、はぁ？さて、なかなか順調ですね。続いてランク3のコンテストです。え？ダンディーなコンテスト？そんなものは知らんな。同じことの繰り返しですので大胆にカット。異論は認めぬ。あ、そうそう。ここで総合何点と言っているのは、キャラクターのかっこよさプラスコーディネートボーナスの数値です。なので相変わらず220ですね。というわけでサクッと優勝です。これで必要アイテム、綺麗な絨毯を入手することができました。やっほいやっほい。魔法都市に出戻りでございます。ここで先ほどの綺麗な絨毯を、空も飛べちゃうハウハな本気モードにしていただくのです。この家にいるカルベ老人に、思いっきりカツを入れてもらうことで絨毯が窓に目覚め、踏まれる快感で空をも飛ぶ力を発揮する、とかいう設定だったらいいなと思ってたりなんかしたり。まあ、ドラクエですから、そんな風にぶっ飛んだネタは用意されていないでしょう。え？毎回しつこくパフパフを押してくるって？まあ、なんだ。いい歳こいたおっさんたちが作ってるんだから、そういう情欲まみれなところもあるさ。大人ってのはそういうもんだよ。
しばらくお待ちください。諸事情につき大幅に熟練度上げです。ふう、まあこんなものでしょうか。さて、私のやりたいことがなんとなく分かってしまった人は、それを心の内に秘めておいてくださいね。やっぱりほら、ネタバラシは自分でやりたいじゃないですか。定番の預金タイム、300万突破。イベントシーンその他大幅カット。ここから雑魚との連戦になります。いやもちろんカットですけどね。雑魚とのバトルも終わり、ついに本編です。この大物とガチバトルと相なります。あれ？私を誰だ？え？あいつ呼ぶの？マジで？仕方ないので連れてきました。いや、うん。後ろの役立たずに関してはどうだっていいので、早く話を進めてください。あ、おいき様、誰に向かって口聞いてるんだ？たかだか下僕風情が。というわけで、魔王の下僕戦です。まずはフバー派で行きたいサクッと。さて、勇者かっこ笑いよ。今こそその勇気を示す時だ。覚悟はいいか？さあ、仲間のために全力で踊るがよい。それがこの動画の未来につながるのだ。うむ、ナイス自殺。それでこそ勇者かっこ笑い。さて、そろそろお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、バーバラの現在の職業は勇者です。熟練度4の国勇者ですね。なぜ国勇者かというと、すべてはこの呪文、ギガデインを打つためです。ダメージ222、なかなかの威力ですね。さて、確認も終わりましたし、いつも通りバイキルトをかけた拳を振るってみましょうか。バイキルトを蹴、まっすぐ行ってぶっ飛ばす。右ストレートでぶっ飛ばす。うわぁ。はい、ご覧の通りです。この魔王の下僕はもともと守備力が高い上、今はイベントを消化していないフルパワー状態ですので、べらぼうに高い守備力を誇っています。また、電撃系以外の属性は完全に無効という、まさにライデイン習得イベントのためだけに存在するというご都合ボスです。ま、そんな制作事情なんて知ったこっちゃないですがね、ギガデインで容赦なく焼き払うのみです。さて、そろそろこのフルパワー状態について説明しましょう。主人公かっこ笑いの合体イベントをこなさずに戦った場合、すべてのステータスが上昇したフルパワー状態の魔王の下僕と戦えます。主なポイントは、ヒットポイントが約4倍、マジックパワーは無限、50% ではなく 100% の2回行動といったところでしょうか。普通にやった場合、物理は通じず、電撃呪文も覚えてはいないでしょうから、ほぼ 100% 済みます。まあそもそも、戦う前に念押しされますから、ここでゲームオーバーになった人はよっぽどのひねくれ者でしょう。はい、終了。ここでなぜか勇者かっこ笑いが復活しております。まったく、そんなに出番が欲しいのか。いや、しんぼめ。少なくともあなたセクハラはやめてください。というわけで、今回も、まあ、なんとかなりましたね。正直かっこよさが60ポイント足りない、ってことになった時は、目の前が真っ暗になるかと思いましたが、諦めないことは重要ですな。まったく。一応今後の予定としては、秋の間にもう一本投稿したいと考えています。が、そろそろテリーの方を投稿しないとやばそうなので、まずはそちらを片付けてから、という形になりますね。最初は月1投稿を予定していたのにななかなかうまくいかないものです。では、今回もお付き合いくださり、ありがとうございました。また次回、運が良ければお会いいたしましょう。See you. おまけです。
もし、魔王の使いが、通常状態だったら。七面倒くさいっつうか、らしくないので一言で片付けようと思います。さらば人類。あ、ごめん、セリフ間違えた。アイムバーック。そうそう、こっちこっち。とりあえず働きたくないでござる。今と同じ収入を無職でいたいでござる。昨年からそんな泣き言をほざきつつ今に至ります。クズオブジエンプロイ。まあ、私のクズさはいつも通りなので、ゴミ箱の底にでも沈めておくとして、動画のことですな。かれこれ1年半ぶりですか。やりたいことがいっぱいです。ハゲそうです。でもまだふさふさです。嘘じゃないですよ。嘘じゃないですってば。は、お見苦しいものをお見せしました。大丈夫です、私はふさふさです。いやだからそうじゃなくて、ん？ご本。では、定番のあれ、やってみましょうか。貴様らー。バーバラは好きかー。うむ、では本編。に、入る前に、もう一丁定番のあれやっとこうか。え？今回のイラストが一枚っきりだなんて、誰が言ったんだい？ケケケ。では、再度皆様。ご準備をお願いいたします。貴様らー。バーバラは好きかー。よし、では今度こそ本編に入ろうか。どうも、お久しぶりです。長い話はいかやくってことで、サクッと本編に入りましょう。前回は、そうそう、魔王のパシリを倒してこれもらったんですよね。セバスの兜、誰やねんお前。ダメか。では、まずは伝説の鎧を探しましょう。先日作った魔法の絨毯、ついに活躍です。はい、出番終わり。はい、ここは遠い昔に滅びた国、今ではグレイス城と呼ばれる場所です。一説によると、
この城のどこかに伝説の鎧があるということですが、果たしてどこにあるのやら、まるで見当が、おっと手が滑った。なんということでしょう。こんなところに階段があったなんて、全然知らない。そんなこんなで手に入れました、オルゴーの鎧。だから誰だよ。さっきからさも当然であるかのように出てくるけど、シックスからポッと出てきた謎の名称だよ。とりあえず主人公に渡して。おっと手が滑った。己制作者。続きまして、伝説の盾を拾いに行きます。昨日の回覧板にその辺に捨ててあると書いてありました。まあこの辺は見ての通り何もない場所ですので、サクサクっとカットしてすっ飛ばしつつ進んでしまいましょうね。とついでに熟練度も上がりながら手に入れましたよ、スフィーダの盾。いやもうね、3回目ともなるとさすがに突っ込む気も起きませんよ。ケチンボ。さて、伝説の武具も大体揃いました。情報屋に山吹色のお菓子を見ついで手に入れたネタによるとですね、この町に腕のいい鍛冶屋さんがいるらしいです。しかも少女。都合を心得ておりますね。お、いたいた。あ、ごめんなさい、ぶっちゃけ袋の重しにしか使いません。む、まあ人は切らないから正しいことかな。うん、わからん。ガンミナウ、少女ガンミナウ、少女の目玉ガンミナウ。うほ、いい女でしょう。ご近所でも有名なんですよ、死んだ魚のような目だって。よし、ともあれやる気を出してくれたみたいですね。おっと、どれくらいで終わるか聞かないと。お忙しいところすみま、え？あ、いや、うげ、マジですか。天才だよ、このお嬢さん天才だよ。謎の人物その4。ちなみに名前変更でこの名前に変えることはできなかったりするという謎仕様がございます。では、ちょいと稼ぎタイムに入ります。ついでになんかもらえました。わーい。中置きのお時間だぜー。いやー長いことお待たせしてすんません。生きてるかどうかの時点で疑われた気がしなくもないですが、これにて復活を遂げましたのです。今回の中置きはアスキーアート変換ツールなるものを偶然見つけ、それを使っていろんな解像度の絵を作りまくって組み上げただけの代物です。音楽に合わせかつ不自然にならない程度の枚数に収めたつもりですが、まあどうなんでしょうね。編集センスマイナス値なんで、やんわりと流してくださいな。さて、実は今回はバトル祭りですので、いつもよりさらに後編が長いのです。まあもともと本来はアホな縛りでボス戦に挑むだけの動画なので、問題ないっちゃ問題ないですね。いつの頃からか
どの部分が本編なのかわからなくなってるような気もしますが、果たして何が何やら。まあとりあえず、サーチ&デストロイ。これを合言葉に頑張りましょう。さーて、とっとと魔族をぶっ倒そうぜ。うい、茶番も終わったところでメインイベント開始でございます。小学生の頃、初めてここに来た時は何が何だかわかりませんでした。ま、伝説の部分に刻まれたマーク通りにすれば、オッケーです。ちなみに、なんとかの盾と同じマークが、鍛冶屋で鍛えた王がシールドにもへばりつく、というバグがあります。でもイベントでは使えません。そもそも主人公っぽい人は装備できませんしね。やれやれだぜ。あ、そうそう、ここの撮影に5時間かけました。てへぺろ。いやほら、滑らかに動きたいじゃないですか？それはさておき、さあ、いざ行かん、天空の城へ。ちょっと何言ってるかわかりませんね。仕方ないので棺桶に詰めてきました。これで認証を回避できることでしょう。はい、テンプレ。では気を取り直してですね。今度こそかっこよく締めましょう。さあ、いざ行かん、天空の城へ。サクッと一部2倍速でお送りいたします。ご了承ください。音合わせに無駄に編集しました。短くすれば楽できると思ったのにこれである。自分で仕掛けた罠にはまった気分ですな。さーて、レッツバトル、行くぜヘルクラウド。誠に遺憾である。なぜこのようなブルーハワイヘアーのサイヤ人を頼らねばならんのか。これはもう使用上の欠陥としか思えないね。6の操作可能キャラは全員主人公です。って聞いたのに、FF の話だけど。あ、さっきと違ってカットも早送りもしてません。さあ、この亀スピードを存分に味わうよろし。お分かりいただけただろうか。遅いって罪よね、ほんと。そんじゃあまあ、前座のそのまた前座戦、始めましょうか。まずは補助呪文、と、早速青い人には死んでいただきます。うむ、予定調は、で、一ターン目でわかるように1オール神が効きますので、とりあえず守備力ゼロになるまでぶちかましましょう。最初にルカミを使う理由は、後で説明しますね。よし成功。順調ですね。さて、定番ですし、バイキルトかけて殴りつけてみましょうか。せーの、よいしょっと。うむ、ナイスダメージ。さて解説です。ルカミを最初に使った理由、これは今使われたマジックバリアのためです。あれを使われるとラピュタへのルカミ成功率がわずか 10% になります。そのためマジックバリアを使われる前にまずルカミをかけ、その後にこちらもマジックバリア、スカラなどで守りを固めるのがおすすめです。で、攻撃面ですが、一応参考までに、呪文を使ってみましょうか。ほい、こんなもんです。弱点は電撃と真空、ですが、前述の通りマジックバリアを使いますし、こいつは相手つく波動を使ってこないため、強化して殴るのが一番効率的です。あ、ちなみに攻撃回避率は驚きのゼロ。殴れば 100% 当たるというのも、殴りの効率の良さに拍車をかけておりますな。縛りプレイなどで攻撃力が100にも満たない、という状態でしたら、MP 消費のないかまいたちを連発するのをおすすめします。他の多くの真空属性攻撃と違い、乱数によるダメージ変動が小さいのでかなり安定しますよ。さて、呪文のいまいち具合を十分お披露目しましたので、拳で語りかける作業に入りますね。一ターンに一回行動しかしてこないので、体力がよほど低くない限り、補助呪文を積むことでかなり余裕を持って戦うことができると思います。ハリボテの城だと思ってまったり行きましょう。それでは皆さんご唱和ください。バルス。
って、なぜか勝利すると上陸できる謎仕様です。通過なんで城と戦う羽目になったんだか。こんな展開にリアルで遭遇したら、あまりの事態にストレスで頭をはげ散らかしそうですな。うん、話が長い。さて、爽やかにカット。実は前からの疑問なんだけどさ、これどう見ても座ってないよね？立ってるよね？椅子あるのに？そんなに股間を強調したいの？そんなわけで前座の前座戦です。以前に海底宝物庫で予習してますので、ある程度はサクサクやらせていただきたいところですな。定番の目立たに、宝物庫のガーディアンにも有効な戦術ですが、あの時はガーディアンの混乱体制が面倒くさかったので、使いませんでした。しかし、今回のランドアーマーには 85% で効きますので、かなり有効でございます。ランドアーマーは身代わりだの大防御だの魔法感ただのと面倒くさいことしてきますので、こうやって足止めしておかないとストレスフルです。よし、これですから3回目っと。ふう、ギリギリセーフ。今さりげなく無茶やらかしましたが、一応ダメージ計算をしてのことです。ま、強化攻撃が2連続できたら積んだんですけどね。てへぺろ。さてと、どうしようかな。そういえば魔人が様に一度も呪文使ってないな。一応聞くこともあるわけですし、ちょいと使ってみましょうかね。あ。あいたたた、これはひどい目に。ひどい目に遭いましたわば。容赦ないなぁ本当にもう。はいはい。わかりましたよ。バイキルトかけてぶん殴ればいいんでしょう？マゾメ、このマゾメ、で、こっから先は依然と大差ないので、早送り。ふぅ、長かったなぁ。お、いいタイミングで正気に戻りましたね。では、見せてあげよう、ラピュタのイカ槌を。これにて3度目の魔人が戦終了。続きまして、世界最強の、世界最強の、世界？いや寝言は寝てから言えよ。いくらこの動画の本編の主人公だからって、一定嘘と悪い嘘があるんだよ。おわかり？ち、全然わかってねえ。では自称世界最強の剣士かっこ笑いかっことじ、の、テリーさんです。では早速解説を。じゃん、ホビットの、なんか適当にシステム解説、の、コーナーです。さて、この動画で何回か出てきた貫通度、という概念、これについて説明しましょう。ちなみに貫通度、という言葉を当てていますが、これは公式では表示されていない項目ですので、当然正式名称ではありません。あしからず。このゲームにおける呪文や特技などのダメージ、および成功率は、この貫通度と、モンスターやキャラクターの耐性を、掛け合わせたもので決まります。サクッと表にするとこんな感じ。貫通度は4種類、そして耐性は4段階ですね。大部分の呪文や特技の貫通度は中に設定されており、火炎や吹雪といったダメージ系の域などが5。一部のやたら当たらない特技、例えば百裂な目などが定に、そして敵専用のごく少ない特技が特殊に設定されております。ではここで、先ほどのラピュタ城を、例にとりましょうか。私はルカニを使いましたね。ラピュタのルカニに対する耐性は強耐性で、ルカニの貫通度は中です。つまり、成功確率は 50% になりますね。さて、以前に少し触れましたが、マジックバリアには貫通度を1段階下げる効果があります。この状態で、ラピュタがマジックバリアを使うとどうなりますか？はい、大体わかりますね。ルカニの貫通度が低になりますので、成功確率がわずか 10% になってしまうのです。驚きでしょう？ちなみに、不気味な光、という特技を使うことで、マジックバリアとは楽に貫通度を上げることが可能です。が、これはザキと同系統の特技なのです。つまり、ボスに全く効きません。ぶっちゃけ完全な役立たずなので、ぜひとも今すぐ忘れてください。さて、
簡単な解説も終わりましたし、そろそろ本編に戻りましょう。さて、やってきましたラストバトル。いつにも増して戦闘成分多めの今回ですが、ついに大鳥晴舞台と相成りました。立ちはだかるは我らがパンツ兄貴、ジュランさんです。さあ、熱くガチムチバトルといきましょうか。先生のギガベイン、今回珍しく補助呪文積まずに奇襲をかけておりますが、策もなく適当に挑んでるわけではないので、ご安心ください。では、まず敵の能力について説明します。基本情報として、HP3000、MP 無限、攻撃力260、守備力200、素早さ120、行動は、今しがた見せたマホターン、凍てつく波動、の補助系2つ、かまいたちと、空高く舞い上がって突き刺す攻撃、という単体攻撃が2つ、ランダム3回攻撃の、目にも止まらぬ早技、全体攻撃のムーンサルト、といった構成です。これを完全ランダムに使い、また 50% の確率で、一ターン内で2回の行動を繰り出します。さて、最初にギガデインを連発した理由ですが、このジュランの AI は、無駄な行動をしない賢いタイプの AI ですので、補助系の技を有効な時にしか使いません。つまり、ランダムとはいえ、こちらに補助呪文がかかっていれば凍てつく波動を放ってきます。なので今やってるように補助呪文を積むのは勝ち消される前提でやる必要があります。つまり最初に積んでおく意味は薄いのです。その一方でジュランはマホターンを使ってきます。通常の4人パーティーならわざとニフラムやメラなどの呪文を使ってマホターンを引っぺがすことで相手の行動を削れるのですが、今回はこちらが1人、あちらが2回行動可能ということで、消えたマホターンを張り直しつつ殴ってくる。なんてことになり、むしろこっちの行動が削られる羽目になります。ですので、バイキルと月の攻撃並みのダメージが得られるギガデインを、マホターンが来る前に使いまくったというわけですね。ちなみに、弱点はメラ系、イオ系、デイン系で、ギラ系とヒャド系、火炎や吹雪に通常耐性、バギ系と岩石に強耐性、軍隊予備とその他補助系は全部無効です。そして、いまいち効かないんですよ。ってことを示そうと補助呪文使ったんですが、乱数の女神様がやたら微笑んでくれたおかげで、凄まじく長持ちしました。そして調子こいてマホターン剥がしてます。ハイリスクな戦術なので、良い子は絶対に真似してはいけません。でも引き際は心得てますのでベホまで回復。仮に4人パーティーで挑むなら、守備をガチガチに固めた2王立ち要員を入れておくと、かなり安定した立ち回りが可能ですね。ただし、ムーンサルトからの目にも止まらぬ早技などで、あっさり止めされることもあるのでご注意を。また、素早さの都合上、普通のレベル帯では先制を取られることが頻繁にありますので、甘い見積もりを立てていると地獄を見ます。回復要員に魔人の鎧を装備させて、行動順を必ず最後にしておく、というのも場合によってはありな選択肢かと思います。あ、一応説明しますと、魔人の鎧には装備者の素早さをゼロにする、という呪いがかかっているのです。地味に便利。何しろ、このゲーム初の凍てつく波動使いですからね。今まで補助呪文で乗り切ってきた人には、きつい洗礼となるでしょう。個人的には、無道の次にプレイヤーの印象に残っているボスだと思います。他の魔物とは違い、戦いを求める強者といった姿勢や、パンツにマントというスタイリッシュな出立ちも含めて。あ。解説してたら終わっちゃいましたね。お、力の種。ラッキーラッキというわけで、
よしよし、ついに4体の魔王を倒しきりましたね。これで残るボスは一握り。折り返し地点は、それはもう豪快に突破したと言えるでしょう。クライマックスに向けて、ますますハードルが上がる恐怖。っていうかいつになったら終わるんでしょうね。これ、再来年までには終わらせたいなぁ、とか思ってるんですが、なんか嫌な予感がマッパで近寄ってくるんですよ。こっちみんな、こっちくんな、何年かかっても、とりあえず完結だけはさせるつもりなので、その点だけはご安心ください。いや、むしろいつ次来るんだよ、って感じで安心できないか。えらいすいませんとしか言えませんね。まあ、動画投稿できずに私がこの1年間で学んだことを皆さんに伝えるとですね。マジ基地には気をつけろ。これにつきますな。あと、誠意を持って対応すれば、3割くらいの人は許してくれる。これもおまけでつけておきます。これからはどうなるかな。よくわからないけれど。皆様、強く生きてください。ではでは、今回もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。